それでは休憩前に引き続き質疑を行います加藤愛委員よろしくお願いいたします、えー、決算年度は88億の黒字になりましたまあ歳入は当初の予算よりも119億円も多いという結果となりまして3年連続の黒字で門、えー、川市長の下で 繰り返されてきましたリーマンショック並みの落ち込みというのは結果としてなかったということになっておりますしかしあの先般、えー、示されました市政総点検ではあの収支フローの評価は収支均衡は達成したが予断許さない状況というふうにおっしゃっていらっしゃいます まあの今回の決算は、カダコア業革3年の集中改革期間、えー、総決算の最終年度ということになっておりまして、もともとですね、行財政改革計画、これあの、示された際にはです、ね、この中にあの実際にはあの、法人市民税の法定上限までの引き上げということも、あの参考資料としては載っておりました。あの こういうこの歳入の部分ですね、あのここについてもちゃんとあの検証していく必要があるんではないかなというふうにあの私は思っております。あのその点で言いますと、終始トントンになったから大丈夫っていうようなことではないということであるのであればですね。 あの税,税制全般において、あのどういうその税負担のあり方が望ましいのかということをあの、京都市においてもあの検討されるべしというふうにあの思っておりますあの、以前からも申し上げてまいりましたけれども、それで言いますと、今あの、京都市民も国民も、ですね税制全般においては、分配なき納税格差拡大ということになっておりまして、 あの個人市民税ではあの、課税標準額700万円以上の税率を、えー、国が解約する前の10%に戻せば、決算年度の課税ベースで50億円の増収となるっていうことも、あの資料としていただきました、まあ、それだけ、応能性が弱められてきたということですし、 富の,の蓄積を一部のところにあの集中していくという様相があの続いてきましたし、強まってきたと、まあ、京都でも以前にもあのお話ししたことありますけれども、令和4年度の決算では、府内大手10社の内部留保というのは9兆2319億円と、過去最大規模の増加となっておりますし、上位4社のうち3社は京都市内と、合計5兆32億円と。 すなわち、大の負担の原理が弱まっているという点にこそ、京都市行政は、この税制ということで、課題意識を持つべきだというふうに思っております。まあ、具体的にはですね、以前にもあの総務消防委員会で質疑をさせていただきましたけれども、法人市民税の超過課税ですね。 これはの法定の上限まで引き上げるっていうことをやっていないのは京都府内で言いますと京都市のみになりましたあの他の25市町村は制限税率まで引き上げているっていうことでありますしあの併せてあの提案してきましたのはあの法人税割だけではなくて均等割も あの資本金10億円超の法人にかかる税率を1.2倍にするということも合わせてやれば、ですね10億円ぐらいの財源が得られるということもお示しをしてきました、まあ、全般として、こういう政策を具体化すべきだというふうに私は思っております、この点のご認識を伺いたい、それから冒頭にも申し上げました通りあり、短期の収支の財源対策のみならずですね、 中長期の税負担のあり方の検証ということがやられるべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。佐藤前部長。行財政改革計画でも、課税自主権については、政策目的達成の手段として活用する場合や、改革を徹底する中でも、本市独自の財政需要を賄うための 財源を確保する必要がある場合に具体的に検討するということが書かれておりましてあのこの考え方は現在も変わってないというふうに考えておりますただあの一部の法人あるいは法人だけにその特別なご負担をお願いするということであればやはりその大益性というところに着目をしてご理解をいただける形でなければいけないというふうに考えておりますあの検討自体はあの常にあらゆる可能性について追求していきたいというふうに考えております ただですね、検討自体はあのやっていくんだというご答弁でしたけれども、今回示された市政の,の点検結果は、そういう範疇に踏み込まない内容になってますよね、実際、その、えー、税収をあのどういう層に求めていくのかっていう観点から、京都市行政としてもぜひともご検討いただきたい。 というふうに思います。そこは求めておきます。それからですね、あの歳出についてもあの質疑をさせていただきたいと思います。先ほどもですね、あの議論がありました。あの公共施設についてです。あの、えー、公共施設については今回ですね、新たなことがあの示されております。あの。えー マネジメントと資産の戦略的な活用ということでありまして、公共施設について、公共施設の送料に対して削減目標を定めることが適切か検討が必要というふうに、頂いている点検結果には明記をされております。先ほどのご答弁で、この送料を減らすという削減目標については、再考したいと。 いうふうにあのおっしゃいましたけれども、これはどういう最高なのかと、数値目標そのものをなくすっていうふうに捉えたらいいのか、これはあのご説明いただきたいということが1点と、もう1点はですね、一律のえ施設保有料の数値目標を前提に作成されたえ持続可能な施設運営に、 えー、向けた保,留保有のの最適化方針いいうのがございます私たちはあのこれに対してはこの一律の施設保有料の数値目標をなじまないってことであのそういうことを前提に、えー、施設運営保有料、えー、マネジメントやるべきじゃないってことを申し上げてきましたけれどもこの最適化方針は見直されるのかこれお答えいただきたい2点目。それからそのもともとですね この7万平米削減目標のうち、4万平米削減したと、あと3万平米はどこなのか、これ、最適化方針の際には、ウィングスやキャンパスプラザなど、ですね個別の名前を挙げての,あの廃止縮小についても検討されているというふうにあの理解してきましたけれども、それについても再検討されるというふうに理解をしてよいのか、お答えください小笠原行財政改革担当部長。 公共施設の保有料についてでございます。3点ご質問いただいております。まず数値目標をなくすのかということですけれども、現時点では白紙でございます。それも含めまして、今後、検討してまいりたいと考えてございます。2点目、最適化方針を見直すのかということでございますが、数値目標を再考する考え方については、先ほど島本先生にご答弁したとおりでございますが、数値目標は再考いたしますが、まあ、今後の改修・建て替え需要 の集中や人口減少など、社会状況の変化等を踏まえまして、施設の在り方を不断に点検すると、こういう最適化方針の基本的な考え方には変わりはございませんということでございます。 で3点目、7万平米く4万平米の残り3万平米どこかということですけれども、もともと7万平米をさ、えー、設定した際の考え方になんかつ、えー、積み上げの内訳があるわけではございませんでして、今後10年間で必要な維持管理、えー、改修、建て替えに要する経費と、確保できそうな財源との差額からあ7万平米を出しているものでございますので、個別の施設の積み上げはございません、ですので、まあ、3万平米につきましても、ね、内訳があるわけではございません。 以上でございます加藤委員あの一番最後におっしゃったね積み上げではないけれどもこんだけ減らしますという考え方自体がなじまない公共施設にその市民の福祉の増進を図るそのことを目的に公共施設を作ってるわけで一つ一つの施策一つ一つの公共サービスこれを検討してどう維持向上させるのかっていうことが あの行政の考えるべき柱であって、その中心がぶれるようなことはあってはならないというふうに思います。あの、私どもは従前から求めてきたとおりですね。公共施設については、一律のあの施設保有量の数値目標、これを前提に削減計画を持つということ自体がですね。あのおかしいということを言ってきましたので、その点はあの重ねて指摘をしておきたいというふうに思います。 もう1点、ですね、投資的経費についても、先ほどあの議論がありましたで、これはですね、一体事実がどこにあるのかと、もともと投資的経費の一般財源を年170億円以下に抑制すると、司祭発行、投資的経費にかかる司祭発行は400億円以下というキャップをかけるというあの方針で来たわけであります。 でこれあの、えー、点検結果の表現で言いますとねあの、将来負担のコントロールについて検討が必要と、これ、金利が上昇すると必要なコストが増えるからコントロールが、コントロールについて検討がいるんだっていうふうに書かれているので、今までみたいなキャップは外すという方針なのかなというふうに私は読みました。 そこはあのそうではないのか、そうなのか、きちっとご説明いただきたいと思います、それから2点目ですけれども、あの決算年度であの、投資的経費は一般財源は206億円です、資産発行は362億ですので、あのですで、ね、に一般財源であのキャップを守れてないっていうのが今の到達点なんですよね。でこれはのずっとです、ね、投資的経費の推移あの えー、追ってるんですけれども、えー、2012年の,あの財政有識者会議があのこ、えー、公共施設、えー、投資的経費、公共施設じゃないですね、投資的経費の,あの、えー、幅が、えー、行政の財源としては、えー、かなりこの裁量の余地が大きいということを、この財政有識者会議が指摘をしてですね。 2012年には一般財源101億円になったんですね。でこれから見ると倍になってるってことなんですよ206億ってことは。でこの私たちはあの投資的経費すべてを否定するわけじゃもちろんありません。しかしですね決算年度の私裁発行の内容を見ますと、えー、一律芸大整備小中一貫校三施設一体化などですねいずれも 我が党があの精査すべきというふうに指摘してきた内容があの多くを占めております、これあの、キャップを外すという方針なのかどうかということもご説明いただきたいですしあの、そういう発想のもとにですね、これあの、どんどん膨らませていくというようなことについてはあの、この方針変更についてはいかがなものかというふうに私は思っております。この点の点ご認識を伺いたいた それからですね。先ほど来の議論の中でですね。投資的経費の議論をしているときにですね。ご答弁の中に。老朽化公共施設を今までの枠内で進めるのは難しいっていう答弁がありました。すなわち、この百七十億円をめぐる議論については。公共施設、老朽化した公共施設のみを対象にした。 ものなのかどうかこれ事実関係、ご説明いただきたいと思います稲波財政室長、はいえー、とまずあの、現行の行財政改革計画の中で定めております、投、え、資、ー、経費の上限につきましては、えーとまあ、これあの、 えー、もともと、まあ、歳入の増が見込めない中で、えー、上限設定、これは投資に限らず。その他の形状的な経費も含めて、上限設定として。えー、財源不足を拡大させない、えー、収支均衡を図っていくということで設けたものでございます。あの、現在におきましては、経済がインフレ基調に、変化をしてきている中で、まあ、一般財源収入の増加も見込めているということ。それから、まあ、あの、先生のお中、お、なんか、 ご指摘今ございましたけれども、老朽化施設への対応というものが必要となってきている状況等がございます、あの物価も上がってきているということもございますので、えー、現在の施設を維持をしていくという観点からも、えー、この条件設定の枠の中で対応することはなかなか難しい状況にあるということで、この在り方についてはまあ見直す必要があるというふうに考えております。あのこの管理手法につきままししてては現在検討しておりますあの 京都戦略の中で具体的に検討し、支援しをしていきたいというふうに考えておりますけれどもあの、撤廃するかどうかにつき、まえー、も含めまして、将来的なコントロールをどのようにしていくかということを現在、検討しているというところでございます、えー、っとそれから、えー、この老朽施設のみの対応で今後いくのかということでございますけれども、これはあの必ずしもそういうことではございませんでして、えー 未来への投資のために必要な政策も出てくると思いますので現状施,施設の老朽化対策のみということではございません。えー、っとそれから、えー、っと、えー、ですね。何だったかな。げ、え、ん、ー、とすみませんもう一点。 かとはいい。今、お答えいただいたこと以外のことで言いますと申し上げたのは。まあ、この間、ずっと投資的経費がずっと増えてきたと。こういう増加傾向のトレンドの中でね。ともかくキャップを外すっていうことで。あの、無人蔵に膨らませるっていうのは望ましくないと。いうふうに私は思っております。あの、この点、お考えがあったら、後でご、ご答弁いただけたらと思います。加えてですね。あの、投資的経費については、このような形で、いろいろ議論が。あの。 されているわけです。角川行革について。こんだけ絞ってきたん、どうなのかと。しかし、一方で、消費的経費についてはどうなのかっていうことがね。出てきていないと。あの、まずは。え、二千二十一年、二十二年、二十三年と行革計画による。政策判断によって。どれだけの予算削減が。この分野行われたのか。定量的にお示しいただくっていうのは、市民への責任だと思うんですよ、私。 そのたとし水準を上回る施策の見直しというのは一つの物差しになっていましたで。ざっと見返したらです、ね、保育料の値上げと学童うし以外はこれ実施しましたよね書かれている項目でこれはねその保育所補助金の削減や経老乗車証の解約や学童保育の利用料などですね業革計画による補助金削減や事業見直しは一体 どういう規模感だったのか、その決算年度どうなのか、漁獲3年通してどうなってるのか、お示しをいただきたい、いかがでしょう。小笠原行財政改革担当部長。漁獲、はい、計画の見直しの規模感ということでございますが。えー 結論から言いいいまますすすととととちょっとお示しすることはできないと考えてございます自治体の決算というのは、こういう制度を変えたことの影響以外に、人口の動態とか、経済の状況、気象、業界経過期間中は新型コロナなど、まあ、外部要因がこれ、不可分に影響してございますので、見直しによる効果額、果額影響額だけを抽出してお示しすることは難しいと考えてございます。加藤愛委員 まこれがね、やっぱり私は問題だと思います、そもそも、示せないということ自体が、だって、皆さん方がお決めになったこの計画で、市民のサービス削ったわけですよ、それがどういう定量的な負担になってるのか、規模になってるのかっていうのは、結果として示さないと、これは無責任ですよ、こういう一連が市民の疲弊を招いているというふうに思いますし、 あの市民の運動により作り上げてきたですね京都の豊かな福祉や子育て施策が大きく掘り崩されたのが門川業革だというふうに私どもは考えておりますここの部分の再検証と方針転換こそ松井市政の責務だというふうに思っておりますそれからですね あの今回、えー、この市政の総点検で人口流出と市内総生産の厳しさということはあの結果において示されましたであの市民サービスの、ね、復,元復元はやはりこの時計の針を元に戻すことではなくてです、ね、疲弊した市民の暮らしを立て直して 時計の針を前に進めることだというふうにも私は考えております。その点で子育て支援策これ重大な遅れがあるというふうに思っております。あの新たな財源10億で18歳まで医療費実質ゼロ、40億円で給食費無償化小中学校これを進めるということをあのお示しをしております。 あの子育て、教育にかかる費用負担の軽減の都市間競争というようなね、人ごと事の議論ではなくてですね、この分野で飛躍的な取り組みが、私は求められているというふうにあの考えています、人口流出と今、挙げたような子育て支援策の遅れが関係していると、そもそも思っていらっしゃるのか、これをお答えいただきたい、それからもう1点は、先般の代表質問で、 山本議員の質問に吉田副市長がお答えになりまして、こうおっしゃっておられました、18歳まで一足飛びに取り組むことが、これ、子どもの医療費ですね、18歳まで一足飛びに取り組むことが、これまでの制度拡充の動きを後退させると、これ、意味不明の答弁なんですね。 その来年度10億円の財源で新たに予算を投じて18歳まで実質ゼロというのと16歳まで負が検討というのとどちらが市民にとって遅れているのかこれ聞いててわからないですね後退させるというふうにあの当局副市長がおっしゃった根拠はどこにあるのかこれは全体としての政策判断にあの関わる問題だというふうに思いますいかがでしょうか。 稲波財政室長。えとまず、えーと この制度は府市で2分の1ずつを負担をして、これまで複数回にわたって拡充をしてきたという経過がございまして、府市協調のシンプル的な事業でもございます、えーま。中学生までの拡充につきましては、これまで府に対しても求めてきたことでございまして、これに対しまして、えー、先般、あのー 府議会の中で知事の方から前向きなご答弁、検討をしていくというような議論をしていきたいというご答弁があったというところでございましてこの制度自体は国に負担軽減の制度がない中で府市が財源を折半をして持続可能な制度という形で取り組んできたものでございますので えー、こうした経過を踏まえますと、今まさに制度拡充に向けて、具体的に検討を始めようとしているところでございますので、えー、一足飛びに、そのふとの協議を飛び越えて、えー、実施をしていくということは、府市協,協調での制度の拡充ということがま望めないということですし、あのーまあ、その部分については。あ 京都市のみの独自のお金でやっていくということになりますので、そうした観点で、交代、影響が出るということでございます、また人口流出について、子育て政策がということですけれども、人口流出については、所管部局もございますので、私のほうから詳しく、なかなかご答弁するのは差し控えるべきかと思いますけれども。あの、 いろんな要素が人口についてはあるかと思いますので、まあ、子育て政策だけということではないかというふうに思っております加藤愛委員まああの単費で10億円の新たな財源で、18歳まで子どもの医療費、実質ゼロにするということを実行したときに、何にどう影響が出るのかということについては、今、ご答弁の中で言及がございませんでした。 あの京都府内はですね府の制度に大半が市町村上乗せをして取り組んでおりますその理屈で言いますと本市以外は府市協調ではないってことになるというふうに思いますし府市協調といってここまで遅れてきたわけですそれから行革計画の府市協調の項目にすらこの子どもの医療費は掲載もされておりませんここはあの京都市会でであってですね 京都市の政策判断の妥当性を議論しているわけで10億円で18歳までの拡充なのか16歳まで検討なのかという議論であります主張すれば遅れるなどという根拠のない発言はあの行政としてはすべきでないということを申し上げて終わります。進行いたします松田委員 松田委員どうぞよろしくお願いいたします、えー、令和5年度の決算の総化に,についてお伺いをさせていただきます この決算では、特別の財源対策を講じることなく、前年度を上回る88億円と、2年連続での黒字を達成をされました。まず歳入におきましては、個人市民税、固定資産税や観光の回復による宿泊税が増加するなど市民税、市税収入が過去最高であった昨年を82億円上回り、3201億円でございました。 加えて国への積極的なアプローチにより、地方交付税が814億円確保できたことで、一般財源収入は4650億円となりました。次に歳出については、義務的経費の増加等による厳しい状況にありながらも、市民事業者への生活を下支えする対策を講じるとともに、本市が掲げた8つの重点戦略を推進した結果、歳出総額が9548億円となりました。 まずこの歳入、歳出に対する関する総括と、これをどのように分析をし、どう次に生かしていくとお考えか、お聞かせいただきたいと思います。稲波財政出張、えー。令和5年度決算、あ2年連続でのお実質的な黒字を達成いたしました。あのこの間の間財政 改革の取り組みによりまして、えー、まあ歳入歳出ともに、えー、充実をしてきているという状況でございます。あのー、まあ、この間の改革の取り組みなくして、まあ、この成果はなかったものというふうに考えておりまして、えー、まあ、市民の皆様、司会の先生方、あのご理解ご協力のおかげというふうに考えているところでございます。で、あのー、まあこの。 決算黒字というものにつきましては、一度達成したから今後も大丈夫というものでは決してないということは、あのあのその通りございますので、えー、引き続き、えー、油断をせず、財政規律をしっかり守る財政運営が必要というふうに考えております、えー、高齢化社会の進展ですとか、物価の高騰、金利の上昇等、リスク要因は様々ございますので、えー <laughs> 今後も持続可能な財政運営を進めるにあたりましては、引き続き改革の取り組みを緩めることなく行っていく必要がある、その一方で、これまでその一般財源収入の増加が見込めない時代の中で策定をした行財政改革とは少しフェーズが変わってきているということでございますので、都市の成長戦略 とともに進めるという形で、今後の財政運営を引き続き緊張感を持って進めてまいりたいと考えております松田委員常に市民の生活を念頭に置きながら、さまざまな施策をしていただきたいと思います次にに財政健全化についいいてお伺いをいたします。 令和4年度決算におきまして、市民や関係者の理解と協力を得て、国との連携、不市協調のもと行財政改革を進めると同時に、都市の成長戦略をスピード感を持って進めてきた成果として、10年以上かかるとしていた特別の財源対策からの脱却を2年で達成をし、 令和5年度決算においても、特別の財源対策を講じることなく、収支均衡を達成したことを評価をさせていただきたいと思います。今後の資税収入も、堅調に推移する見込みであるものの、少子高齢化人口対策、人口減少対策に関する社会福祉関連施設の増大や、老朽化した施設の整備、 防災減災対策などの支出など、あらゆる歳出もインフレにより増加をする見込みで、過去負債の返済も改善し始めているとはいえ、依然、予断を許さない状況であります。2026年度から課税する非居住住宅利活用促進税による税収。 また、持続可能な観光振興のために、現在、増税が検討されております宿泊税などの施策を組み合わせて、今後、どのように財政健全化に取り組まれるか、お聞かせをいただきたいと思います稲波財政支長今ご紹介でいただきました2つの税につきましては、漁財政改革計画の中でも、触れているところでございます。あの、まあえー 両,両税ともその収支均衡のために活用するという視点では決してないということでございます、あの非課税居住住宅、あすみません、非居住住宅利活用促進税につきましては、空き家や別荘、セカンドハウスなどの居住者のない住宅が、あ京都市に住居を希望する方への住居の供給を妨げているということ、また防,犯防災等生活環境上にも問題を生じさせていると。 いうことから、えー、その有効活用を促すことを目的に、政策実,実現手段として導入をしたものでございます、えー、土地の限られている京都市におきましては、空き家の利活用が都市の成長にも欠かせないものでございますし、えー、税だけで実現するものではございませんけれども、さまざまな施策と合わせまして、えー、持続可能なまちづくりを実現させていきたいというふうに思っております。あの現時点で、ね、まだあの 課税自体は始まっておりませんけれども、その税収入によりまして、非、えー、居住者のお利活用促進税の導入理念をさらに促進する施策に活用をしてまいりたいというふうに思っております。また、宿泊税でございますけれども、観光振興、都市格向上を目的とした目的税でございます、うん、その財源については、市民、観光客双方にとっての安心・安全な受け入れ関係の整備や、えー、京都観光におけるさらなる質満足度の購入、えー、向上、 京都ならではの文化振興、美しい景観の保全に活用をしているところでございます。えー、観光課題の対策、市民が観光の恩恵を実感できる事業になっているために、えー、まさに今、検討の見直しの検討も行っているというところでございます。と、え、も、ー、にです、ね、京都の魅力を高め、豊かな市民生活を実現するための財源として、一層の活用を図ってまいります。また、あのその他の実在財源の確保や。 えー、都市の成長戦略も進めまして、えー、これらの財源により、ご風観あふれるウェルビーイングな町づくり、持続可能な財政運営に努めてまいります松田委員ありがとうございます、えー。この質問の最後なんですけれども、今後の,あの行財政改革と京都の展望についてお,お聞きをいたしたいと思います。 k a d o k 市政におきまして、5つの行財政改革計画に取り組まれてきた決算の総括を踏まえて、松井市長の下で策定をされる新たな計画におきまして、私からはこう大きく2つの点について求めておきたいというふうに思います。1つ目は、公明党が目指しております創造的福祉社会の構築であります。 今後も先に述べましたように、さまざまな支出がインフレ圧力もあって増加をしていくものと見込まれております。その中にあって、我が党がこれまで推進をしてきました全世代型社会保障を基盤とし、高齢者人口がピークに達し、次なる大きな正念場とされる2040年に向けて、時代の諸課題に対処する単なる制度構造改革にとどまらない、 人々のつながりと支え合いを幾重にも作り上げ、すべての人の尊厳を守るとともに、それぞれの自己実現に最適な環境を提供できる社会、すなわち創造的福祉社会の構築が最も重要であり、全国の政令指定都市にあっても、この実現に取り組む大きな基盤を有しているのが、我が京都市であるというふうに認識をしているところであります。 2点目は、攻めの都市運営経営に向けて、その質的向上とともに、都市の求心力をワイド化することが重要だと考えております。 世界の主要な成長都市が、その都市機能を有機的に分散、展開することで、発展の基盤を築いてきたことを踏まえれば、本市の中心に集中してきた投資を、地域全体に広げていくことで、市民がその恩恵を受けられるだけでなく、新たな人々の流れを生み出すことができると考えており、 その意味で、都市計画の見直しにより、今回、私の地元、山科で取り組まれているミータスは、突き抜ける世界都市を施行する本市において、その成長の基礎条件に当たると考えているからであります。そこで、基本的な行財政改革と連動しつつ、創造的福祉社会の構築と、攻めの都市経営における機能のワイド化について、どのように取り組んでいかれるのか、お尋ねをしたいと思います。 小笠原行財政改革担当部長はいいい業格と今後のの京都の展望についてでございます業格計画期間中は、極めて切迫した財政状況の中、短期的な収支改善を目的とした、受益者負担の適正化や事業の見直し、これが中心でありましたが、本来、行革というのは、限られた行政資源の中で市民サービスを維持・向上させ、町を発展させるためのものだと考えてございます。 え先生、ご紹介いただきました創造的福祉社会、攻めの都市経営による求心力のワイド化、このためにもまさに行政の在り方をアップデートする本来の改革が必要だと考えてございます。具体的には、増加を続けます福祉を支え続ける若年世代、この方たちが住みやすいまちづくり、あるいは重層的支援の基盤となる地域コミュニティの活性化。 また健康づくりや介護予防による健康寿命の延伸など、まあ、人々が幸せになることによって、町が発展すると、そうしたことが必要かと考えてございますし、それは都市の中心部だけじゃなくて、京都市全体に効果を波及させることが必要だと考えてございまます財政担当ととしましてても効果的的なな策に重点的な資源配分を行いたいた思っております。 またそうした政策を推進するにあたりましては行政の予算人員の制約が厳しくなっておりますのでこうした複合化複雑化する福祉の課題に的確に対応するためには行政だけではなくて民間、地域大学との連携 あるいはまあデジタル技術やデータの活用が重要だと考えてございます。えー、まあこうしたああなんて言うんでしょうえっ、ー、とまあ姿勢の改革を通じまして人口減少社会にあってもえセメの都市経営でまあ市民の皆様のウェルビーイングを向上させてまいりたいと考えてございます。松田委員、今すべてご答弁いただきましたのでどうぞよろしくお願いしたいと思います。 次に、災害発生時の迅速な対応と、市民の安全確保を目的とした防災 DX の推進、災害関連死についてお伺いをさせていただきたいと思います。防災 DX とはいつ発生するかわからない大規模災害に対しまして、デジタル技術を駆使したあらゆる備えにより、人命を守る取り組みであり、 過去の大規模災害の教訓を踏まえ、安全な避難経路の確保、災害時の情報伝達や医療の提供などがスムーズに行える環境を整えることです。防災 DX の取り組みは各自治体においても進んでいますが、都市部や農村部、人口過密地域や過疎地域など、各自治体の置かれている状況は、自治体ごとに大きく異なるため、推進する防災 DX は多種多様なものになります。 防災 DX の推進には各自治体で防災情報システムの標準化が進んでいない最先端技術の活用が遅れているシステム開発維持管理にコストがかかる DX 人材の確保知識ノウハウの蓄積が難しいといった課題が山積をしております果実も防災 DX に関して研修を私たちも受けたところでありますそこで国におきましてはその推進のために令和6年4月から新たな 総合防災情報システムを運用、開始をしており、道路の被害状況、リアルタイムでの被災状況、二次災害に対応するためのデータなど、災害対応に必要とされる情報を、多様な情報源から収集し、必要に応じた情報作成をすることができるシステムと認識をしています。このシステムは、国の関係省庁だけでなく、地方自治体も利用可能になり、本市においてもパスワードと ID が付与されたと伺っております。 システムを運用するにあたり、本市の現行システムの運用との関係性、必要な対応、タブ局との連携や情報共有などについて教えていただけますでしょうか和田防災危機管理,か管理室長。はいえー、まず、本市の防災情報システムについてでございます。あのー、本市の防災情報システムにつきましては、あのー、建物被害、あるいは避難所の開設状況。 まあそういった情報を町内でまず共有する、でその上で、防災ポータルサイト等を通じて、外部に発信をしていくといった機能を有しているところでございます。一方、あの委員、先生ご指摘の国の総合,新総合防災システム、この4月から運用が始められたところでございますけれども、これにつきましては、行政機関が収集しました、先ほど言いました、例えば、 避難所の開設状況、あるいは建物の被害の状況、こういったことのほか、電力会社の有する停電の状況のデータ、あるいは国交省の有する道路被害の状況、通行止めの状況、そういった情報などを集約をして、被害の全体像を把握をしようとしているものというふうに理解をしてございます。 えー、あの国のシステムと本市のシステム、まあ、その関係性につきましては以上でございます松田委員。えー、今、ご答弁さまざまいただいたんですけれども、えー、今、その、えー、とデータ分析で、災害発生時の影響の範囲とか、まあ、被害予測を迅速に行うことができるということでした。で今後その同システムの活用によりまして まあ、どのような課題が解決をされて、どのような効果が得られると見込んでおられるのか、えー、京都市にとって、どのような、えー、いい方向にいけるのかということをお聞かせいただきたいと思います。和田防災危機関理事長、はいあのー。国の新総合防災情報システムでございますが、あのーまあ、今あ、まさに実際に中身を。 組み立てて、いことうとされているところでございまして、今後の国の動向次第の部分もございますけれども、私どもの作業を効率化をして、情報共有を迅速にしていこうというふうにすれば、本市のシステムの情報を 国のシステム、これに何らかの形で自動的に連携をさせまして、情報を共有していく、そういう必要があるのかなというふうに考えてございます。その上で、そうした連携等できましたら、本市においては、国のシステム、総合防災システムを活用することによりまして、被災状況等を早期に把握をすることができ、 また災害情報全体を地理的に俯瞰をすると俯瞰的に捉えられるとでかつ被害の全体像を把握をできるという効果があろうかと思います例えばこの避難所あの停電地域に入っているあるいは道路がこの 地域ではこの道路は通行止めになっているので迂回路で行った方が効率的だまあそういったことに活用していけるのではないかというふうに考えているところでございます以上でございます松田委員期待が高まるところでありますけれどもその連携作業が始められるというのはどのぐらいを見,見込んでおられるのかというのはわかりますでしょう和田防災危機管理室長 あの先日、システムの今後の整備予定に関する国の説明会というのがございまして、その際の資料によりますとあ、説明によりますと、令和7年12月、まあ、来年の12月までに、各省庁、あるいは都道府県とのシステム連携を完了させるということを目指すというふうなご説明があったところでございます。以上でございます松田委員 分かりりまました。ありがとうございます。1月に発生をしました能登半島地震の災害対応におきましても、情報の共有にあたっては、デジタル技術が活用されまして、被災地の支援業務に役立ったとされております。 デジタル庁では、避難者支援業務のデジタル化にかかる実証事業におきまして、避難者用アプリやマイナンバーカードによる避難所入退所手続き等の円滑化、避難者の状況やニーズの把握、不足物資の把握など、その効果が検証され、今後は 被災者の生活支援の高度化も図られることが期待をされるところであります。まあ、そこで本市におきまして、こうした能登半島地震での経験や国による防災 DX の整備動向を踏まえて、災害隊において、本市の現行システムや新たなデジタル技術をどのように活用していくべきだとお考えなのか、お聞かせいただきたいと思います。和田防災危機管理室長 はい、あの冒頭、先生の方からご紹介いただきました議員研修、まあ、これにつきましても、私どもあの資料の提供投司会や事務局を通じていただいてございます、あのまあそこでのお話と少し重複する部分もあろうかと思いますけれども、私ども、防災 DX に関しまして、3点、まあ、重要なところが、視点があるのかなというふうに思っております。あの1つは DX 技術による 迅速な情報の統合でございます2つ目は、まあ、あの防災業務もいろいろございますけれども、できるだけデジタル化をしていく、3つ目が、やはり行政だけでは限界ございますので、民間企業、団体、こういったところとの共同、こういった方向性を意識するということが重要であろうというふうに思ってございます。 能登半島地震におきましては、あの先生からもルールご紹介ございましたようにあの、やっぱり行政、あるいは民間、混然一体となって、さまざまな情報の集約、これが大切で、まあ、そこに外、えーまあ、大変なあ、まあ、工夫をしながらされてきたという、まあ、その大切さについて改めて感じたところでございます。 えーまあ、このため、えー、国の新防災情報システム、まあ、これが情報集約の核として有効な手段にとなるということを私ども期待してございます。あのこれも冒頭、先生の方から、ルるルさまざまな課題あるよねというご指摘もいただきました、まあ、そういった課題もある中ではございますが、私どもといたしましては、国、府、 あるいは民間などとしっかりと連携をさせていただきまして、今後も取り組みを進めていきたい、このように考えてございます。松田委員 ありがとうございます次に災害関連死とは地震による津波や家屋、けえー、建造物の倒壊などが原因で亡くなる直接死とは別に災害に伴う避難生活や環境変化によるストレスなどで持病や体調が悪化して間接的に亡くなった人を指します。 災害関連死を防ぐためには29年前の阪神・淡路大震災で初めてその存在が社会的に認知をされそれを防ぐためのアプローチが進められていますけれども熊本地震では直接死が50人災害関連死が222人と直接死の4倍以上の方が亡くなっておられます。 災害関連死は家族や地域社会に大きな悲しみと喪失感をもたらすだけでなく社会不安の増大など社会全体に大きな影響を与えます本市は令和5年3月に第4次地震被害想定報告書を発表されており おられます、まあ、最も人的被害が大きいと想定されているのが、花折れ断層体による被害で、最大4100人としており,おります。まあ、この推計は、直接死のみを想定されているものと認識をしております、まあ。地震で亡くなる人よりも、地震の後に亡くなる人の方が多い、熊本地震が突きつけた災害関連死の重さ、 一度は助かった命がなぜ失われてしまったのかを考えるときに、当局や関係者が災害関連死を防ぐための認識や課題を共有することが、まずは重要だというふうに思います。そこで被害想定に基づく災害関連死の想定人数というのは、どの程度と見込んでおられるのか、お聞かせいただきたいと思います和田防災金管理室長。はい ありがとうございますあの今し方、先生の方からご紹介いただきました、昨えー、令和4年度末に策定いたしました、大4次京都市地震被害想定におきましては、あの災害関連死についての、まあ、あ数ですね、具体的なあ想定死者数ですとか、そういったものについては、算定はしてございません。 あのー、まあ私ども国の想定手法をまあ基本にしてございましてこれまで国のお地震被害想定においても算定がされたことがないというふうに承知をしてございます。以上でございます。松大臣、今あのご答弁ありましたように政府も。えー 南海トラフ地震の被害想定で関連死は死因やこの背,景背景事情が多岐にわたるので算、まあ、出が困難というふうにしてあの資産を見送ったという経緯があります。けれどもこの 熊本地震で県内の多くの方が関連死で占めたことから対策が不可欠だとして現在の政府の有識者検討会で南海トラフ地震の被害想定の見直しとともに新たに関連死の死者数も算出することにしたというふうに私も認識をしておりますので国がそのような方向であるということをまたしっかり京都市も算出できるような状況になりましたらぜひとも お願いいいしたいと思います次に災害関連死を防ぐには避難所生活でのリスクを低減することも要因の一つであります。一般社団法人避難所避難生活学会では TKB48 トイレキッチンベッド48時間以内を常識にを提唱をし避難所の二次 健康被害ゼロをを目指し活動をされております清潔で安全なトイレ T、適温でおいしい料理 K、熟睡できる就寝環境 B、同団体は熊本地震、西日本豪雨、能登半島地震などの避難所を回り、TKB に基づいた支援を推進、こうした取り組みから、国の防災基本計画などにも、TKB に沿った修正が行われたところです。 災害関連死の主な原因としては高齢者などの要配慮者が避難所など慣れない環境で長時間の避難生活等を余儀なくされたことによる肉体的精神的負担等が影響していると考えられております災害時における要配慮者とは高齢者障害のある方妊産婦乳幼児児童 日本語に不慣れな外国人など災害発生時に必要な情報を把握したり1人で避難することが難しい人等を指しますがこれまでに災害関連死で亡くなった方々を類型別に見ると要配慮者の中でももともとケアが必要である高齢者障害のある人 持病や精神疾患のある人が災害時配備宿舎と言われております。そこでまず、これら配備宿舎が避難生活を送るための福祉スペース設置状況を含む一時避難所の状況把握については、どのようにされるのでしょうか。また、福祉避難所や入所・入院できる施設の把握についてもお伺いをしたいと思います。和田防災菌管理室長 はい、あの災害関連死についてでございますあの。私どもとしては当然あの、そういった事態を防止をするというために動いているところでございますが、保健福祉区におきましては、まずあの第一次避難所に行っていただいた中で、まあ、福祉スペースというのは設けてございます。でそのののの中でリリススクク高高いい先生ご指摘避避難避難者を所から まあ、保健師が健康観察を実施したうえで、ーまあ、選定をいたしまして、速やかに福祉避難所に移送するというのを対策の基本にしてございます、あと、福祉避難所の安全の確認といった点だったかと思いますけれども、あの福祉避難所の方では、まずは施設の安全点検をしていただく。 その上で、空支所の再逮本部、こちらの方に報告をしていただいた上で、人員等の準備を速やかに行っていただき、受け入れ体制が整った施設から順次、空本部と調整の上、対象の方を受け入れ開始するということで、保健福祉局で体制を取っていただいているところでございます。以上でございます松田委員 ありがとうございます連携をしっかりしていただいているという理解であの分かりました、まあ、国の防災基本計画に TKB に沿った修正が行われましたので、まあ、必要であれば本市においても修正をお願いしたいと思います。 えー、次に、本年の能登半島地震におきましては、被災地から離れた安全な地域のホテル、旅館や民泊に設置される二次避難所への避難について、災害関連死、ハイリスク者へ積極的に呼びかけられたとのことです。まあ、そこで、こうした2次、数字の2次、二次避難所の確保やニーズの把握、そしてそのマッチングに関するお考えについて、お伺いをさせていただきます。和田防災金管理室長 はい、あの二次避難所、まああの、福祉避難所というのが、まあ、あのいわゆる、まあ、二次避難所ともあの把握はできるかと思います。でそのの上で、えーまあ、福祉避難所につきましあり方につきましては 国ににおいいいいてててもさまざ検討がされているというふうに承知をしてございますあのそう私どもといたしましても、そうした事例等を踏まえまして、えー、例えばでございますが、大規模災害時に避難生活が中長期に及ぶ場合、まあ、こういった場合に、例えばですけれども、京都市に豊富にある宿泊施設、まあ、これの特性に合った活用方法を、 について、えー、引き続きまあ関係部局と連携をしながら検討を進めてまいりたいこのように考えてございます以上でございます松田委員ぜひ検討よろしくお願いしたいと思います 最後に、えっと、内閣府は避難生活の環境変化に対応した支援の実施に関する検討会の取りまとめをもとに本年6月在宅・車中泊避難者等の支援の手引きを作成をしました大規模災害時の被災者支援に関連し在宅や車中泊の避難者も防災計画に位置づけるよう自治体に求める方針を明らかにいたしました、まあ、本市におきましては本市のシステムを活用することでこれら避難者を迅速に 把握をするとともに、とりわけ災害関連死の配備宿舎に対して、しっかりとした、えー、対応をしていただきたいと思いますけれども、最後に終わりましたね、はい、終わります。<laughs> あもう終了ですんで、はい、ありがとうございます。進行します。道端福祉さん 道端福士さん私の方からは、まずは視聴者整備についてお伺いしたいなというふうに思っております。まあ、あのこの新庁舎、えー、整備事業の決算額が、まあ、26.9億円と計上されてますけれども、北庁舎工事は、えー、昨年度から着々,着々と、えー、進んでおります。ここ来る時も見てたら ああできているなというのを毎日あの実感させてもらってるんですけれども現在、忍工事通り側から新しい北庁舎の姿を確認することができるようになっておりいよいよ完成間近であるというふうに実感していますけれども今年度の北庁舎の完成によって、えー、この整備事業は、えー、いよいよ完成完了となりますけれども事業の完了を目前に控え改めてこれまでの新庁舎整備事業の経過と、えー、現在の進捗状況についてお伺いしたいなと思います。 大江総務部長、はい、視聴者整備についいてでございますあの残すところあと半年を切りまして、いよいよ完成という時期を迎えております、あのこの間、ですね司会の先生方はじ、えー、め、えー、地元の皆様、市民の皆様に多大なご協力をいただきまして、ここまでこぎつけたこと、改めて感謝を申し上げます。 えあの経過でございますけれども、視聴者整備、今、先生からご紹介いただいたとおり、古い庁舎、耐震性能が非常にまあ不足していたというようなことをはじめさまざまな課題ございましたので、平成26年3月に視聴者整備基本計画、これを策定をいたしまして、29年度から本格的に工事に着手をいたしました。これまでまでず2庁舎が平成31年3年月末 文庁舎が令和元年5月末、そして本庁舎が令和3年8月末にまあ完成をしております。 であの北庁舎の工事の進捗でございますが、まあ、今あの先生からもご紹介ありましたけれどもあの外壁部分をおね完成をしておりますで今あの防音シート等を順次撤去をしておりますのと内装の仕上げ工事取り掛かってまして12月からは設備機器の試運転それから検査をまあ実施をしてまいるという状況でございまして、えー、令和7年2月末の竣工に向かって最後まで安全対策を含めまして緊張感を持って進めていきたいこのように考えております。 まあ、そうやって着実とやっていただいているということなんですけれども、まあ、このいわゆる大規模の地震災害や、台風や豪雨による自然災害が相次ぐ中、防災拠点として、機能もしっかりと果たせるようになり、 また、庁舎の日々働く職員の皆様にとっても新しい職場というのは本当にいいものだとやはりそういう中で快適な環境でしっかり仕事をしていただいて業務の質の向上も期待できるというふうに思いますでまあこのいわゆる労働環境の改善は市職員の人材確保にも影響 及ぼすのかなというふうに思っておりますけれども、まあ、北庁舎工事が来年,7来年あ、令和7年2月末で完了することですという報告がありましたけれども、市庁舎整備全体の建設事業費について、最終的にはどのくらいの規模,になる規模を見込まれているのか、そのあたりを教えていただけますか。大江総務長 はい、あの今、委員からもご紹介いただきましたけれども、質問環境の改善、非常にまあ大きいというふうに感じております、あの古い庁舎の時代、あのご承知の方、たくさんいらっしゃるかと思いますけれども、まあ、いわゆるその安全性配慮義務が全然果たせないというような厳しい状況でしたけれども、今はまあ非常にまあ快適な質問環境を確保できたということで、あのお話もいただきました、人材確保の面でもあのプラスに働くというふうに認識をいたしております。 それから建設事業費についてでございます今すでに完成をしてます分庁舎が104.7億円本庁舎西庁舎が158.9億円でございますで現在工事を行ってます北庁舎につきましては 億円となっておりますので合計しますと376.2億円となってまいりますであの今あの工事中でございましてあの今年度の工事の契約につきましてはあの労務単価の上昇等もございますのと最終的にまあレイアウトを確定をさせましてあの空調機器等の使用変更等もございますのであの11月司会でですねあのこれらのまあ契約の変更の増額になる部分につきましてあの ご提案をさせていただくべく今、進めていると、こういう状況でございます道端福士さん。今、答弁あって、11年かけたものが376.2億,億円ですか。 でまあ、11月近いにもいわゆるまあ補正というんですか、そういうふうにご予定されていることなんですけれども、そこであのこの民間ビルに入居,入居されている部署についてお伺いしたいなというふうに思うんですけれども、ま,あそのまあ、まずはこのいわゆるまあ民,間に民間ビルに入居している部署が、まあ、市役所にも集約がされるということですけれども、北朝鮮の暁にはまずはどの部署が配置される見通しであるのか、そのあたり、教えていただけますか。 大江総務部長、はい、北庁舎に配置をいたします部署についてでございますけれども、まずあの北庁舎の1階は、あの市民の方のご利用の多い部署をまあ配置するという考えでございまして、現在、ゼスト池の地下街にあります証明書発行コーナー。 それからえ、西庁舎の情報公開コーナーを配置する予定といたしております。それから、あの2階にはですね。あの現在にあのここ西庁舎に配置してます。司会の委員会室とこちらを移転をさせていただく予定でございます。 それから3階,階3階から7階までは、朝日ビルにいる保健福祉局、明治安田生命ビルにある小和歌局、それから教育委員会事務局等が入居するという予定でございまして、詳細の配置は今現在、各局と調整をしておりますので、順次移転作業を行いまして、令和7年度中には完了させるという予定でございます。 それから加えましてですね、あの、私有建物の有効活用を進める必要がございますので、あの、9月末で、えー、閉館しました職員会館、鴨川という建物が、えー、河原町丸田町の南東にございますが、あの、この施設をですね、そのか、えっ、ー、と、対岸の 川端通り沿いには上下水道局が保有をしております元北下水道管路管理センター東部支所こういう建物がございますここは市役所から徒歩15分圏内でございますのでこれらの施設についても執務室として活用していこうということで鴨川には保健福祉局の介護認定給付センターそれから上下水道局の施設の後には監査事務局を配置をするという予定でございます 道端福祉さん今、答弁がありましたように、あのこの鴨川職員会館と、えー、元北下水道管路管理センター東部支所の、まあ、そこも使われるということなんですけれども、今後、民間ビルに入居する部署の見通しについて、そのあたりのことを教えていただけますか。大江さん部長 はい、ええー、と、本庁部局のうちですね。 あの結果といたしましては、市、えー、税事務所の市民税室と固定資産税室、これは烏丸、えー、池のビル方向に入ってございます、それから、えー、保健福祉局の医療衛生センター、えー、これはあの千代田生命京都池ビルに入居してますけれども、まあ、これらはです、ね、あの市民事業者さんがたくさんご訪問されますので、あの窓口機能を有しているということもありますので、まあ、アクセスの良い、えー、外ビルに執務室を構えさせていただいております。 あの今申し上げましたあの組織につきましては、市庁舎の整備基本計画策定以降に、業務集約によりまあ新たな執務室の需要が生まれた組織でございますので、民間ビルを借りているということでございますけれども、業務の効率化を図っておりますので、人件費の縮減など、見直しの効果はまあ賃料をかける以上の財政効果は上がっているというような状況でございます。 ので、あの区役所のスペースをまあ、民間ビルの解消のために活用しております。えー、人事委員会事務局が、えー、東山区役所、それから証明輸送サービスセンターが右京区役所消費生活総合センターが中京区役所にまあ、配置をさせていただいてます。のと、えー、12月には。 マイナンバーカードセンターを下京区役所と右京区役所に移転をさせるという予定でございます、まあ、引き続きまあ組織改正の状況それから各局等とのまあ調整も含めましてです、ね、あの受,け皿が受け皿となる場所の確保ができればです、ね、あの賃料の効率化という観点であの引き続き集約化調整化を進めていきたいこのように考えてございま道端福士さん まあ今あのご説明がありましたようにいろいろとあのご苦労されながら効率化を含めて集約化されながらやっていただけるというふうにあの理解を一定の理解をしたいと思いますけれどもまああの視聴者整備には多額の費用が必要であり過去にもさまざまな意見が だということなんですけれども、まあ、整備の結果災害時の拠点としてしっかり機能を果たすと,ともにバリアフリーが整えた,た庁舎として長い年月にわたってこうあの使わって発揮していただけるものとあの思っております。また現在あの視聴者に、えー、広場や、えー、屋上を含め市民の皆様が利用されている姿もよく見るようになってきました。市民の財産である市役所を親しみを持って利用していただいてこそ、えー、整備の効果や市民の皆様に還元することができる。 と思いますまあ、今後もえ視聴者整備の意義や効果にをより多くの市民にあの実感していただけるよう、積極的に視聴者をえー PR をしていただきたいと思いますけれども、北朝鮮、あの工事の完成によって、利用者の利便性の向上など、図られると思いますけれども、そのあたり、どういうふうに考えておられますか。大江さん部長 はい、あのまずアクセス、庁舎間のアクセス含むでございますけれども、あの北庁舎が完成をいたしますと、えー、本庁舎と北庁舎をつなぐ通路、これがあの地下1階から3階まで中央に設置をさせていただくという予定をしてまして、あの2階、3階につきましては、歯科以議場の横にまあこの動線ができるというものでございます。 それから西庁舎と北庁舎の間も1階から4階通路でつないでいきますのと、あとそれから来庁舎に対するバリアフリー対応が必要でございますので、主に地下鉄ご利用の方、あるいはテスト池駐車場から来られる方がいらっしゃいますので、本庁舎、西庁舎、北庁舎、分庁舎、それぞれですねバリアフリーで移動するのを確保するために、 北庁舎の3階それから文庁舎の4階を連絡通路でつなげるということで庁舎間の行き来の利便性が大幅に改善できるというふうに考えてございますそれからですねあのまあ今市民に親しまれる視聴者というお話もいただきましたけれどもあのこれまでからまあ視聴者前広場ではイベント等も実施しておりましたけれども今回まあ整備をした庁舎 フリースペース屋上庭園ご用意をさせていただいておりまして、まあ、どなたでも利用いただけるということを周知に取り組んでございます、まあ、現状ですね小さな、ま、小さなお子様を連れたあのご家族連れがお昼ご飯を屋上で取られてたりとかあの保育園児の方がまあ日中広場で遊びの時間を過ごしていただいたりとかあの以前に比べますとまあ格段に市民利用が増えてきてるなというふうにも感じてございます、まあ、こうした市民に親しんでいただける取り組み各局とも連携をいたしまして、まあ、さらに あの協力に進めていきたい。このように考えてございます。以上でございます。道端福士さん。まあ、私も、あの期待しております。私の保育園が、もし、この近所にあれば。 毎日来たいなというふうに思っておりますけれども、いかんせん電車に乗ってこなくちゃいけませんので、あの残念だと思いますけれども、あの次、えー、この京都市の、えー、不能欠損額と収入未採額についてお伺いしたいなというふうに思っております、まあ、この収入未採額の総額というのが、まあ、資料を見させていただきますと、令和5年度で100億円。 で内訳としては、資税が26億円、生活保護返還金、返還金が50億を含む80億円というふうな資料を見させていただいたんですけれども、そこでこの収入ミサイルをどのようにして皆様がご苦労して回収されているのか、また、体制はどうなっているのか、そのあたり、教えていただけますか。 山口関財契約部長、はいえー、本社の収入未採額でございますけれども、ただいまご紹介いただいてますとおり、令和5年度で約100億円と、これ、一般会計の数字になっております、であのまあ、未収入が発生した場合、ですね、まあ、その本来ですと、その納期限までに履行いただくというのがまあ当然なんですけれども、そういったことでお支払いいただけなかったものに関しましては、 各債権所管課におきましてです、ね、督促等の対応をしているという状況でございまして、関西契約空部としましてもです、ね、そういった所管課からのご相談を受けたりとかです、ね、あと回収困難な案件に関して、その弁護士の方に委託をするといった業務をするなどです、ね、そういった形で、いい債権回収に努めているところでございます道端福士さん。 まあちょっと時間がなくなってきたんですけれどもまあそうやって皆様が努力をして回収をしてきてでまあいろんな手を打って打って打ってやってきてでもなかなかそれで回収できなかったやつがこのいわゆる不能欠損額というふう,う,ふうに計上されているんですけれどもこのいわゆるその未就をこのいわゆる不能欠損額というふうに計上する時の仕組みというのはそのあたりどういう形で考えておられるんですかどういう仕組みなんですか教えてもらえますか。山口関西契約部長 はい、あの各年度でその収入未採イ額というのが発生しておりまして、その後、督促、まあ、再建回収に努めるわけなんですけれども、まあ、最終的にその時効を迎えたりとかですね、えーまあ、その他の理由によって再建放棄をするといった手続きを行います、そうした後に最終的な会計処理として、その負の欠損という形で、えー、出てくるというものでございます。道端福祉さん あのこのまあ私、資料を見てますと、いわゆる収入未採イっ額というのは、令和元年度からま昨年度までこの金額を見てますと、令和2年度のは、か多分コロナかなんかの影響で130億というふうに計上されていますほとんど100億ぐらいが、通年ずっと100億前後が、いわゆる未収入収入未採額というふうに計上されているんですけれども、ただ、このいわゆる不能欠損額というのが、都市によってこう差が。 あると思うんですね。で、これいわゆるこの収入この五年間しか見てませんけれども、この収入未採額とこのいわゆる負の欠損額のこの相関性というのか、そういうのっていうのはあのあるんでしょうか。そのあたりもしご見解があれば教えていただきたいなと思います。山口管財契約部長。 はいえー、あの不能欠損額につきましては、まあ、先ほど申し上げましたその再建放棄とか、まあ、あの時効を迎えた分ということになりまして、その収入未採イル額は、まあ、単年度でその収入できなかった分でございます、でその時効を迎える期限の、まあ、ずれ等もございまして、あのまあ、大口案件がある年ですと、その不能欠損が大きく出てきたりとか、まあ、そういった事情がございます道端福士さん。 金額がずっといわゆる収入金額がほとんど変わってないとにもかかわらずいわゆる不能欠損,いわゆる欠損額が上下する、まあ、額,って額からすると率としてするとすごくあの金額は別々なんですけれども何か時代背景とかそういうのがあるのかなと思ってあの質問をさせていただいてきましたあもう少し時間がないとのつだけあのこの、ね、いわゆる市税の,、ね、あの特別徴収の不能欠損額という,ふうのがあるんですね。 特別聴取の資税ので。これってね、いわゆる企業が、えー、従業員の方からいわゆる住民税をもらいます、でそれをいわゆるその事業者が払わない、でもその本人は給料から転引きされてます、もう払ってるつもりです、でそういう時にね、多分これあの、いわゆる納税証明書なんか発行されないと思うんですよ。 でそういうときに住民,ローンよく住民あの、住宅ローンを組むときにやっぱりその納税証も提出してほしいということがあると思うんですね、やはりそういうときに、自分は払てるけれどもその雇、雇ってもらえるところの企業が払ってないということで、本人のはな何にも悪くないんですけれども、いわゆる税金は払ってないというふうな形になっているので、そのあたり、このいわゆるその,その方のいわゆる救済策なりなんかっていうのは、対策は考えておられるんでしょうか。これ最後に聞かせていただ 終わりたいいと思います佐藤前部長、はい、特別徴収の,あの徴収率 99.、99.9%なので、かなりあの入ってきててあの、事例としては多くはないんですけども、先生ご指摘のような事例はあの現にございますで。特別徴収義務者が払うべき税額はあの、滞納になろうとも、倒産しようとも、それをあの従業員の方。 に、あの請求し直すということはこれはいたしません。まあ、そこが明確に分かれているというのが、あの従業員の方をちゃんと守るというような法律体系になっていると思います。で、えー、証明に関しては事実の証明なので、あのご指摘のとおり、箕面は未納という形で出るんですけれども。 納税証明にはあの特別徴収分ですすという注意書きがあの入りますで、まあ、要は従業員の方には責任がないわけですからあの融資とか受けられる時もその内責任を追及されるということはあまりなくてあの多くの場合はその所得証明とか代わりのもので足りるということになると思うんですけれどもまれにあのそういう証明を求められることがありましてあの必要があれば出される先からお問い合わせいただければあの背景をご説明しますというフォローをいたします。 しておりまして、あのそれで特に問題とかご要望というのはあの伺っていない状況でございます進行します。道端あすません森本委員 森本委員ではよろししくお願いいたします、えー、私からは、ですね、えー、この職員力向上ですね、えー、実績報告の110ページの職員力向上、9270万を投じてやっておられるということですけど、まあ、これあの、5月の予算もですね出てきてた話で、えー、町内活性化 職員研修、コンプライアンス推進、ICT 等を活用した働き方改革の推進事業等ですね、これでやっておられるので、これ、そもそも論なんですけど、これ5年で終わりとかじゃなくて、ずっと取り組んでおられる中の過程という認識なんですけど、それで合ってますか,か秋山人事部長。 はい、職員力活性化の取り組みですけれども、あのこれについては今ご指摘の通り、あの五年という期限があるものではなくて、まあ、プランは更新してまいりますけれども、ずっと継続して取り組むべきものであります。森本委員。はい、ありがとうございます。まああのこれ、えー、見てますとあのまあ PPP ですね、二千十六年の PPP とか、えー、この、えー、京都市 DX ラボです推進ですね、それとか。 えー、サーードステージですね職員力向上、組織力向上のサードステージ、まあ、こういうものがあって、えーまあ、年度ごとに取り組んでおられるという認識なんですけれども、えー、ここであのいつもこ出てきているのがあの、えー、民間との協働とか、ですねあと、重要なのは、まあ、より重要になってきているのは、まあ、デジタル人材だというお話がよく出てまいっております。 え予算のときもそういう話を私もさせていただいたと思うんですけれども、これ、5年度の決算ですので、5年度の中でお話をさせていただきたいんですけれども、この9270万活用して、ですね局としては評価としては順調にいっているというふうに取っておられるのか、それとも課題があると取っておられるのか、どうですか。秋山人事部長 はい、えー、局としての認識ということでございますけれども、まずあの、この決算で取り組んだ中には、特に働き方改革の推進に伴います、例えば RPA でありますとか、在宅勤務、まあ、こういったものへの活用でありますとか、またあの、 えー、そういったことに伴う研修の費用でありますとか、ということを、えー、計上させていただいております。あのー、これについては、えー、非常にその定量的に評価するというのは難しい項目ではあるんですけれども。 例えば働き方改革につきましては、時間外勤務の縮減が着実に進んでおりますとか、また先般、職員アンケートを実施しまして、職員のやりがいというものでも、いい数値が出ているということですんで、ここでいいということではないですけれども、われわれの取り組みとしては着実に進んでいるというふうに認識しております。 デジタルのです、ねえー、人材ということで、これ、まあ、おそらく民間からのという,ような流れだと思うんですけれども、えー、この採用です、ね、決して簡単ではないと私も思っておりまして、つ、えー、いてはです、ねえー、京都市職員採用ですね、まあ、この民間枠も含めて、まあ、どういう流れでお取り組みいただいているのか、ご説明いただきたいんです。秋山人事部長 民間からの採用ということでございますけれども、まずあの京都市では平成14年ですね、平成14年度から社会人経験者採用というのを実施をしております。これについては、より多様な人材を確保する、またあの民間経験を取り入れることによって組織を活性化するといった趣旨で実施をしているものでございます。また今ご指摘ありました ICT 関連の人材ということでありますと、 この社会人経験者採用の中でですね、令和2年度から ICT 枠というのを設けまして採用を行っているところでありましてより専門的な人材というのも、まあ、あの社会の潮流に合わせて採用をしているところでございます。森本委員はい、ありがとうございます、えー、っと今令和2年からお取り組みだというふうに、えー、デジタル人材ですね、えー、お聞きしたんですけれども、えー、この令和 2年からと今おっしゃったんですけどこの行,行財政改革2021から2020の総括でいきますとそこに書いてあるのがそこまあ書いてるので合ってるのかどうかちょっと分かんないんですけど令和3年度採用から令和6年度採用ってなってましてデジタル枠16人採用というふうに記載があるんですけどもこれはあの計画されてて えーまあ、16人きち,きちんと取れているのか、それとも計画してるけれども、やはり16人しか集まらないのか、その点、いかがでしょうか秋山人事部長、えー、ICT 枠の採用でございますけれども、えっと、今、えー、言っていただいたとおり、令和2年度の試験から実施して、令和3年度から採用していると。 ということでございます。で、これまあこれまで16名採用しているんですけれども、まあこれは毎年あの人事委員会の方で試験募集を行っているんですけれども、まあ、これをあの概ね、えー、想定した人数で採用してきているというふうに認識しております。森本委員。はい、ありがとうございます。あの今まあ、えー、想定した人数で来ているということでございますけれども、六、えー、年はあの確か DX の予算で。 DX 人材を作っまあ町内でも作っていくんだというお話でそれ300名ぐらいですね作っていくんだということですからおそらくこういう方々は専門職なので民間でも今まで知見を積まれて逆にこう教えていくというか自分の知識をこう広げたり技術を伝えたりとかいうことになると思うんですけども。 えー、その16名で、えー、今回300名作るとおっしゃってるんですけども、それはまあできるというご判断です秋山人事部長、はいあの。DX 人材の育成につきましては、総合企画局とも連携しながらあの進めているところですけれども、あのあのまずこの ICT 枠で取られた16名がすべてを。 育成するということではなくて、やはり組織全体としてまあ底上げをしていかないといけないと思っております。この ICT 枠で採用された方については、民間での専門的な経験をま、まずは業務に生かしてもらうということですし、育成ということはまあ全体の視点で研修と取り組んでまいりたいと考えております。本委員はいいありがとうございます、えーまあ、あの今、まあ、この方だけじゃなくて え皆さんで全体で底上げを図っていくということなんですけどもえこれは先ほど申し上げたようにあの報告書の中でですね「各国に職員力組織力にさらなる向上」ってあるんですけどもまあ今あのこう途中の段階でえこうまあ一生懸命お取り組みだというふうになってるんですけどもえ一方でですねえこの 民間企業との人事交流というのがここ書いておりましてえ要は創造性をもって挑戦改革する職員を育成するためですねえ今言ったデジタル人材もそうですけどもそういう職員さんを育成するためにですね他の自治体や民間企業との共同を体験する研修や人事交流を実施というふうに書いてあるんですけどもこれ実際具体的にどんな感じでしょうか。秋山人事部長 はいえー、民間企業等との人事交流ということでございます、まず趣旨としては、今、まあ、おっしゃっていただいたこととも重複するんですけれども、まず職員の育成ですね、民間の視点を取り入れて、職員がより幅広い発想を得るということと、またあ戻ってきていただいたときには、その発想を生かして、組織の活性化を図っていただくと、またあの派遣団体との、えーまあ、連携、ネットワークを強化すると、まあ、こういった趣旨で実施をしているものであります。 あの記録を見てみますと、まあ、平成8年度ぐらいからですね、実施をしているということでございますけれども、あのえー、都市によって、えー、派遣先団体との関係もありますので、えー、若干人数は前後するんですけれども、大体5名から10名程度、職員が、えー、他の団体に派遣されていると、またあの受け入れ等も行っているというところでございます。森本委員 はい、ありがとうございますこれあの、平成8年から進めておられるということでしたけれども、えー、この間あの、コロナがありましたんで、なかなかそういう移動ができなかったということがあったと思うんですけれども、そういう点でいくとあの、えー、順調に来てたのか、それとも、まあ、これからコロナ明けましたんで、えー、まだそんなあの余談は許さないと思いますけれども、えー、これからあの逆に盛んにこう人事交流もしていこうというお考えなのかどうか、どちらですか。 秋山人事部長。あの、確かにですね。コロナの影響というのは若干あった場合もあるんですけども基本的にその大きなその人数の減少とかいうことにはつながっていないという状況でございます。まこの民間との人事交流につきましては、まあの相手先団体と。 まあその意向が一致するという必要がございますので、まあそこはあの本紙だけで決められない部分もありますけれども、あの効果的な派遣先団体とかですねございましたら、そこは積極的に協議してまいりたいと考えております。森本委員、はい、ありがとうございます。えー、おそらくはまあ今取り組んでおられて、えー、今後ですね、えー、まあちょっと何名かの委員の方からもお話ありましたけれども。 基新共闘計画もですね策定にかかられているということですので、まあ、よりそういう形私はデジタル人材大事だと思っておりますし、えー、民間との共同というのも大事だと思っている立場なのでぜひあのそういうこともですね え次のステップにですねえ生かしていただくようにえ要望して、人材がいないからできないんだとかっていうことでもないでしょうし、300名作っていくんだというふうにおっしゃってもいたので、計画が順調に進むように、ぜひあの早期の方とも一緒になって、お取り組みいただきたいなというふうに思いますすそれを要望して終わりたいいと思います以上です。 進行いたします山本洋子委員。山本洋子委員。はい。よろしくお願いします。えー、私は、えー、行財政改革計画と職員削減の問題についてお伺いしたいと思います。えー、行財政改革では。 職員数や人件費について、他都市平均の会離を縮小するということを目標に削減されてきました。その結果、人件費については、令和元年度の171億円の会離が、令和5年度には83億円になったと書かれています。一方職員数の乖離については 行政部門別の乖り状況も出されて、全部門合計で500人多いとされていたのが、550人削減目標に対して、令和6年度に555人の削減を記載がされています。これだけ削減を進めておいて、業格の総括では、この間の雇用情勢の変化により、優位な公共人材の確保が課題というふうにあります。 まあ人員を削減する一方で、えー、能力のある人材を確保するということを言うのは、まあ、都合が良すぎるのではないかというふうに思います。えー、職員削減方針の観点、先ほども述べましたが、他都市平均との乖離の縮小でありました。 職員数については差がない状況まで削減しましたが、いまだ人件費について、83億円のかり離があるという点で、えー、さらなる削減を懸念しています、まあ。そもそも確保が課題になってきているのですから、職員削減の方針は見直すべきと考えますが、いかがですか。秋山人事部長 はい、えー、今後の方針についてでございますけれども、まあ先般、えー、現在の行財政改革計画の総括をさせていただいたところです。まあ、今後、えー、新規調と戦略策定を検討する中でですね、まあ、今後定員がどうあるべきかということは、えー、検討してまいりたいと考えております。まあなおあの今のその削減と確保が両立しないということは、私どもあのそうは考えておりません。山本横院はい。 えーまあ、あのさらに述べます、えー、福祉分野でも経済分野でも、今どこでも人で確保が喫緊の課題です、えー、京都市行政において、まあ、交通局が非常事態宣言を出したことは、まあ、行政でも例外ではないということでも表れてきました、まあ、人を確保して、まあ、コロナや災害でもありましたが、危機管理に備える自治体の。お 危機管理に備えるのがまあ自治体の務めではないのかという点においては職員確保は重要な問題です。今の状況を確認したいと思います。直近の公務員採用試験での応募者数の推移、一般的な採用試験ではあの減ってきているともお聞きしますが、まあその推移と離職者数の推移について、まあそれぞれの背景と特徴をあの説明いただきたいと思います。 秋山人事部長、はいえー、まず採用試験の応募者の推移ということですけれども、あのこれはあの人事委員会に確認した数字ということで、えー、例えばですね、一番あの大きな塊といいますか、職層が上級の事務職ということなんですけれども、これにつきましては、例えば10年前、平成26年が910人だったところ。 昨年度令和5年度の試験においては1187人ということで、あのこの間ですね、さまざまな試験制度も人事委員会で協議して工夫していただいているところですので、これについてはしっかり確保ができているという状況でございます。またあの一方で、えー、技術職については、まあ今民間の状況がですね非常に採用が活発になっているということで。 これについては、あの受験者数があ少し減ってきているという状況で、まあ、今後、しっかりとここに対策をしていかなければいけないと考えております。また、あの離職者の状況ということでございますけれども、えーっと、自己都合退職ということで話をさせていただきますと、これは少しですね、あのかつ、まあ、5年前、10年前と比べたら、増加傾向にあります。 でこれはすべての年代で増加傾向にあるんですけれども、と、えーまあ、りわけやはり私どもは若手の離職ということにはあの問題意識を持っております、えー、ここについては、えーまあ、あの少し、えー、推移は見ないといけないんですけれども、やはり昨年度もですね、一昨年度よりは増えたという状況にございます。山本陽子はい あの職員の確保について、細かく見ていけば、やっぱり課題が現れてきているのではないかというふうに思います。あの採用、さまざまな採用試験もされて、応募者数については確保しておられるということでありましたが、まあ、さらにあのまあ人口減少や流動する労働者の現状では、えー、対象を拡充するということも必要かと思います。 先日、代表質問では、京都市職員のうち、女性の正規雇用について40、40%程度だということを述べましたが、女性の正規雇用を増やすためにも、子育てが一段落した女性についても、ですね正規雇用への道を広げていくような、そんな対象の拡充というようなことなどは検討されていますでしょうか。山人事部長 はいあの先ほどもあのおっしゃっていただいた通おり、今、ですねあの年々さまざまな試験制度社会の調理等に合わせて、ですね、えー、拡充をしているところでございます、まあ、例えば、あのそれぞれの試験の年齢要件でありますとか、まあ、受験の要件、またあの氷河期採用というのも実施しておりますので、まあ、これについては、あのそれぞれ、えー、その年々の状況やあ社会の調理に合わせて検討してまいります。山本よこいはい 人材不足の時代においては、門戸を広げる対策はぜひとも必要だと思いますので、えー、この男女の正規雇用の格差も是正していくような、そんなあの条件も考えていただきたいというふうに思います、えー、そして優位な公共人材の確保が課題と言われたことについてですけれども、あの私はまあそんな都合よくまあいくのかと、えー、行財政改革計画の影響というものが、 あるのではないいいかという,ふうに思っています、まあ、この間、行財政改革で市民サービスを削減する、まあ、予算を削減するという使命,、えー、使命をま負わされて、えー、なかなか挑戦し、能力を生かすような場があ、機運があったのかというふうに映っていますし、また、あ財政破綻しかねないという京都市の印象がです、ねえー、広がって、 京都市行政にの魅力というものが低減しているということでもあるのではないかと感じています、まあ、実際に私、あの消防団、大学生に、京都市の就職を考えてますかと聞いても、あの全く考えてないということを言われまして、その大学生へのね、この京都市の業格がマイナスに影響していると、否定的要因にもなっているということを感じています。 えまた市民サービスの削減は、若者世代の市外への転出の理由にもなっていると、新聞報道でもありますし、そういう業格の影響ということを見たときに、この間のやっぱ削減方針は見直して、京都市は新たな方向に、市民サービス豊かな方向に進めていくんだというような、自治体、行政のそういう転換をね、ぜひとも アピールするということも、まあ優位な人材確保という点からは確保にあの必要になってくるのではないかというふうに思います。えー、まあこういった点についてはどうでしょうか。秋山人事部長。はい、あの先ほども申し上げました通り、まあ今後の定員管理のあり方については。 今後のの新京都戦略の検検討討等で方針を検討してまいりた、いと考えておりますますた人員削減の影響ということにつきましては、その業界の総括ということではなくてです、ね、われわれは毎年、各局と協議しながら、市民サービスをしっかり提供できる体制というのを協議して、整備しているというふうに認識しているところでございます。山本陽子委員はい、はい えーまあ、そ,のその点にも関わるんですけれども、えー、一方で,です、ね、離職者数についてなんですけれども、えー、いただいた資料では、令和5年度で、えー、現状1万,の1万人の職員数に対して、えー、約2%の208人が離職をしているという状況です、えー、増加傾向にあるとも述べられましたが、まあ、離職者数を、まあ、減らしたい、まあ、そういう対策はお考えなのかということと、 えー、市長自ら公共人材の疲弊といわれたことは、職員削減を進めてきたその弊害を市長自身が感じられた証拠ではないかというふうに思うのですが、公共人材の疲弊ということについては、あ具体的にどのような見解をお持ちでしょうか秋山人事部長、はいえー。まず離職対策ということについてですけれども、まあ、これについてはしっかりと人材を確保するということと、 あ,あの働きやすい職場づくりを進めるということに尽きるかと思っております。まあ、これあの一つ一つあの取り組みはを着実に進めるということでえ働き続けたい職員がしっかり働き続けられるという状況を確保してまいりたいと思います。あの全体の人数については。 これも全国的にやはり転職をという市場がですね非常に活発になっておりますのでなかなかあの社会状況的に大きく減らしていくというのは難しいと思っておりますけれどもやはり我々としてはその職場の在り方というのはしっかりと取り組みを進めることで働きやすい職場を作りたいという思いでございます。 また公共人材の疲弊についてどうかということなんですけれども、これはあのその社会全体、おそらくあの市長がおっしゃっているのはその公務員だけではなくてです、ね、その地域の方とかも含めての見解だというふうに取り私は受け止めておりますけれども、これもあの一般論になりますけれども、人事部としては、しっかり職員が心身ともに健康で働き続けられる職場づくりというのに努めてまいりたいと考えております。 山本陽子委員はい、はい、あのそうですね、職員の皆さんも健康で、ね、働き続けられるような職場環境ということではあの、職員削減を進めたその弊害については、しっかりと検証されなければならないというふうに思うんですね。えー、そののマイナスの影響とということあの くしくもです、ねあのマイナス、その影響かどうかはあれですけれどもえ、先日、あの新聞報道で、えー、京都市の区役所で働く非正規,非正規の職員の方があ、ハラスメントにあったということが取り上げられていました、その中で、えー、現場の人員が足りないので、えー、対応について配置転換などはできないということもあの書かれておりまして。 人員が足りなくて、忙しくて、問題が起こっても対応がなかなかできないということが、組織風土の維持にも関わると、専門家の方の見解もありました、やはりこのように、職員数の確保という点について、再度ですね、この間、コンプライアンスの指針の策定も言われていることですから、どのような人員の確保、職員数の確保が、 健康に職員の方が働ける、コンプライアンスも維持できるような職場環境になるのかという点でも、あの検討されるべき観点かというふうに思いますが、どうでしょうか。秋山人事部長 はい、あの先ほども申し上げましたけれども、えー、職員が健康で働き続けられる体制、えー、職場風土の確立というのは非常に重要だと思っております。まあ、一方で、その全体の職員数ということになりますと、まあ、先ほどの社会的な状況、また全体の、えー、持続可能な行財政運営ということにも、しっかりと留意しながら進めてまいりたいと考えております。山本陽子委員、はい あのしっかりあの起こっている現象もあるんですから、まあ、そういったことをしっかりあのコンプライアンス進出の皆さんも事案をしっかりと検討して、えー、職員数の確保につなげていただきたいというふうに思います。 最後にあの市長は、新しい公共ということでも言われておりましたが、まあ、それは人手不足をカバーするという趣旨でも、えー、民間の方の活用ということを、ね、発言されていると感じています、まあ、こういった点について、えー、職員配置の点でさらなる削減を懸念していますがあ、実際において皆さんはどのように受け止められているでしょうか。秋山人事部長 はい、あの確かに市長が新しい公共とおっしゃってるところですけれども、まあ、これもです、ね、別にその職員がやってる仕事を誰かにあの、地元の方にやっていただこうという趣旨ではないと理解しております。あの全体として、まあ、公共がどのように支えられるかという議論だと思いますので、まあ、我々もれも、えーまあ、文化市民局とも連携しながらですけれども、我々は職員体制としてで、どういう職場作りをするかという観点で進めてまいりたいと考えております。 山本、はいはいえー、人手不足の点、えー、職員削減の弊害、まあ、こういったことについては、自治体の役割を果たせるかという問題にも関わることであって、さらには魅力ある京都市行政として、えー、この京都市で働いていただける若い世代の皆さんにより充実した行政を担っていただけるかと。 という観点からも重要であるというふうに思いますので、ぜひとも職員削減方針は見直して、えー、公共の役割を果たせる京都市へと検討を進めていただきたいというふうに思います。以上ですす進行します森田守委員 森田守私からはですねあの、昨年度決算における扶養について、いくつかご質問させていただきたいと思います。まずはじめに、昨年度決算における扶養額の合計がいくらになるのか、お伺いします。稲波財政出張 はいえー、令和5年の一般会計の、えー、歳出扶養額でございます、えー、約385億円ということでございます森田守委員。まあ非常にあの多額な扶養が出ているわけですけれども、まあ、あの一概に扶養と申しましても、まあ、いろんなさまざまな性質のものがありますから、えー、例えば業務の効率化、それから入札等による契約決定の減とかはです、ね、これはまあ私も前向きな。 不とということであの捉えております一方で、その事業の、えー、実績の減による扶養、まあ、これが、えー、今日ちょっと、えー、お話をさせていただきたいんですけれども、この不養については、まあ、いくらあるか、えーまあ、具体的な数字は分かりませんが、まあ、それなりに高くな数字だと思いますけれども、この学区の事業そのものが、まあ、できなかったことがですね、えー、言い換えれば、えー、京都市民の皆様に <laughs>、 えー、市民サービスが還元がまあできなかったというふうに捉えることもできるんではないかと思います、額、まあ、が額だけに、まあ、この事業を実際に行っていれば、えー、一定、京都市経済に与えるプラスの影響というのもあったのかもしれませんし、えーまあ、この局としては事業実績の減による不要ですね、これについて、どのようなご見解をお持ちなのか、お伺いいいしたいと思います稲波財政次長。 はい、予算上見込んでいた実績、件数に対して、まあ、実績がそれに満たなかったということで、不要が出ているという事案が、ちょっとあの先生もお触れていただきましたけれども、あの数人についてはちょっとなかなか把握はできないということでございますが、あ少なからずあるということでございます。であのこの中には、例えば、扶助費、生活保護などですね、あの申請がありましたら、やっぱり直ちにあの執行すべきものということで、まあ、不足をしないようにまあ予算を確保しなければならないようなものの,のほか、まあ 新規事業でどれだけ案件があるかということで、なかなかつかみにくいというようなことなどもあると思っておりますが、これによりまして、市民還元ができないといいますか、扶養も財源ですので、市民還元がちょっとスタートが遅れてしまうというような観点かと思いますけれども、必要な精査,が必要精査が必要であるというふうには考えております森田守委員。 昨年度決算については、個人市民税、それから固定資産税など、資税収入の増加、それから地方交付税も確保されましたし、ふるさと納税、これも非常に好調だったということで、歳入が増加をしまして、決算の黒字額が88億ということなんですが、この扶養によって、一定この黒字に与えた影響、これがどのぐらいあるのか、それについても、局としてどのような見解をお持ちなのか、お伺いしたいと思います。 稲波財政室長、えーまあ、歳出の不養によりまして、えーまあ、黒字にどういう影響を与えるかということですけれども、えーまあ、例えば国の補助事業でございましたら、あまたあのー、3分の1の国費ということであれば、まあ、経費の減によりまして、その国費についても同じ割合で、まあえー、減少になるということで、その部分については黒字への影響がないということでございます。えーまあえー それぞれの事業におきまして、そうした経費の減によって、特材も減るというものと、そうでないものとございまして、ちょっとその内訳について、詳細がわからないという状態ではあるんですけれども、あのまあ、少なくともです、ね、88億円のうち、今45億円については、一般財源でやっているという事業がございましたので、88のうち経費の減によりまして、半額以上は。 え黒字予想になっていると推測しているところでございます森田守委員あのまあ自治体は民間企業と違って、利益を追い求める団体ではありませんから、黒字が出たからといって、一概にまあそれが良かったねという話にはならないと思うんですけれども、今、京都市では多額の公債償還基金の取り崩し、過去負債、これ、取り崩している状態があって、まだ残っていると、この積み戻しが。 でそんな中で、えー、これから、えー、過去負債の返済と、それから市民サービスの充実のバランスを取っていくこと、これは、まあ、局としても常々おっしゃってると思うんですけれども、今回の黒字については、えー、どのように活用されていこうとお考えなのか、今、分かる範囲でお答えをいただきたいと思います。稲波財政長 はいえー、黒字の今後の活用ということでございます、まあ、5年度決算黒字ということで、えー、今回、あのー、過去負債の返済も含めまして、まあ、9月補正では約32億円の。 財源を活用させていいいたただところでございますで、えー、残るものにつきまして、まああの、現時点で具体的に想定できるものと言いますと、まあ、先般あの、京都市の人事委員会からあ、企業に関する勧告が出されましたけれども、まああの、これにつきまして、その対応に行って、えー、財源が必要になるというふうに考えております。あの現時点で、それを、まあ、その額、ちょっとまだ未定ではございますけれども、それを除いても、まあ、数十億の、えー、決算黒字、 も含めた財,財長が残るというようなことになりますけれども、これにつきましては、今後、強い経済の実現や将来を見据えた人材育成等をはじめ、 今と未来京都のために効果的な施策に活用していきたいと思っております、あの昨年も9月、補正以降、ですね11月、12月、3月と補正予算を計上しておりまして、さまざま全員生、中学校、給食実施に向けた基金積み立て等につきまして、100億近い財源、これは市税の収入増もとか、財町以外の財源も使っておりますけれども、財政需要が生じております、こうしたものに有効に活用してまいりたいというふうに考えております。 森田守あの今日も公務員の人材不足の話が、まあ、いくつか出ておりました、で、京都市でも特に技術職を中心に、まあ、非常に厳しい状態になりつつあるということも聞きます、まああのえー、公営企業ですけど、交通局では、まあ、市バスの運転士がもう非常事態宣言を出すような状況になっててですね、まあ、これ、 早め早めに手を打っていかないといけないと思うんですけれども、今、答弁にもありましたとおり、先月、人事院勧告がありましたで、その内容を見てみると、えー、今年4月の時点で、京都市職員の給与が、市内民間給与を8921円下回っていると、まあ、2.23%下回っているという状況にあるということです。でえー、特に採用においてはです、ね、これ、公務員も民間企業も、なかなか、 えー、今、競合してライバル関係にもあるというふうにも聞いておりますし、えー、私はこの人事院勧告に沿って速やかにですねやっぱり必要な措置は取っていただきたいと思っている立場なんですが、えー、松井市長もよくおっしゃるのが、公務員を叩いて、ですね、まあ、留院を下げるような風潮、まあ、これ、良くないと。 で選挙のためのパフォーマンス、まあ、こういうことはもうやめにしようということで、まあ、特別職の、えー、報酬審議会も、えー、松井市長は、えーまあ、始められましたけれども、えー、特にこの労働、えー、労働基本権が制約される中において、この人事委員会勧告の、えー、重要性、これがまあ再認識されるべきではないかと思いますし、えー、速やかにこの勧告を受ける側の局としては、えー、今後、 手当てをしていっていただきたいと考えておりますけれども、その点、お考えはいかがでしょうかさっん秋山人事部長。 人事委員会勧告についてのご質問でございます。あの私どもも現行の地方公務員法の法制上、ですね人事委員会勧告というのは、労働基本権の代償ということで、最大限尊重すべきものと考えております。今後、この人事委員会勧告をベースとして、労使交渉も行いまして、また、給与条例の改定等について検討いたしまして、あのまた11月司会等で、 えーまあ、あの成案がまとまりましたら、お諮かりをさせていただきたいというふうに思います森田守餃子規制改革計画課では、職員の皆さんの給与カットもありました、かといって、えー、昨年度の決算が 88, 88億円の黒字になったからといって、ですね、まあ、その職員の皆様に特別のボーナスが出るわけでもないし。 この人事院確保については、今、答弁になったとおり、しっかりやっていただきたいと思います。で、扶養については最後になるんですけれども、いろいろ申し上げましたが、これ、政令指定都市、各都市の歳出の扶養率、これも比較しますと、京都市の扶養、これはまあ、平均より下回っているということで、 えー、多都市の中では、あ平均すると、えー、しっかりと執行していただいているのかなということは理解しております、でまあ、今後も市民サービスの向上に向けて、事業建てから、それから、えー、執行ですね、これについて、えー、しっかりと行っていただきたいと思っておりますけれども、最後にこのあた、えー、りのお考えをお聞きしたいと思います。波財政室長 今ご紹介いただきましたとおり、あのまあ政霊市との比較で言いますと、まあ、この,あの比較ができる令和3年、4年で見ますと、たとえ平均よりもまあ扶養率は低いと。 いいう状況ではございますただあの、それでいいということでは決してございませんでして、扶養の,、まあの中にはです、ねまあ、入札による減とか、まあ、制度上ああ、仕組みとしてあるものですとか、まあ、経費節減という努力によるものとありますけれども、やはりあの見込みをおお、まあ、見誤っているのではないかと思われるような事案も中にはまあございますので、われわれも毎年度、あの過去の実績ですとか、まあ、今の現状を踏まえまして、扶、え、養、ー、については予算上も精査をしているところで ございます引き続き、えー、来年度予算に向けましても、扶養があできるだけ出ないように、えー、予算の編成に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます森田守あの少し時間が余りましたんで、これ、事前に言ってなかったんですけどあの、ふるさと納税の件で少しお聞きしたいと思います。で昨年度決算、えー、寄付の受入額が100億で 収支も確か30億弱ぐらいの黒字になっていたと思うんですけれども、あの報道でもありました通り、10月からふるさと納税のルールが変更されて、特に旅行券に関する規制の強化があって、ですね京都市への影響が大きいという報道が、これ、京都新聞でもありました。でえー、京都市ののの職員の方が収入額への影響については 分からないけれども、減収は避けられないというふうに、まあ、あの取材に対してお答えになってたと思うんですけれども、今回の規制強化の内容とです、ね、京都市への影響について、まあ、現時点で分かる範囲でお答えをいただきたいと思います土井ううふるさと納税企業版ふるさと納税担当部長、はいえー。ふるさと納税のルール改正とその影響についてでございます。えー、ふるさと納税の、えー、このこ、えー、月 から影響するルールの変更の大きな一つが先ほどご指摘いただきました宿泊の上限がついたということでございます府外にも展開していると地域と連携して地域にどれ貢献する宿泊施設でも5万円という線が引かれたものでございますで、このほか大きく報道されておりましたポイント還元があのできなくなるというようなことはこれは来年10月からになっておりますで、他にもう一つ大きいのは 製造が市外でありましても、企画や開発等々での付加価値がついていれば、それも出せるようになったというようなあたりが大きなところかと考えております、で影響につきましては、宿泊、あの先ほどの報道にもございましたように、どうしてもこうあの宿泊関連の寄付が減ることはいて避けられないかなというふうには考えておりますが、 このルールの変更が分かりまして以降、宿泊施設向けの説明会等々も行いまして、新たなルールに反しない形で協力いただけるように協議を進めてき,てきたところでございますで、えー。その分、一定減るところをまあどうやってカバーしていくかというところを、えー、先ほど申し上げましたように、こう製造がしないでなくても、企画や、えー 開発を京都市内で行っている、そうした新たなところを返礼品にできるように、えー、いろんなところにお声がけをさせていただいているところでございます。他の分野で、あの宿泊のところもそんな大きいんですけれども、他の分野での魅力的な返礼品開発等々に取り組みまして、事業者様の協力を得ながら、京都府への寄付を引き続き選んでいただけるように知恵を絞ってまいりたいと考えております。森田守委員 これからどうしますか？って聞こうと思ったんですけど、全部お答えいただきましたんで、あのありがとうございます。で、あの、京都市もともとふるさと納税の制度については、まあ、これ自体に問題があるとして、えー、まあ、返礼品。競争には苦みしないというのがまあ、立場でした。けれどもまあ、その？ え結果、どん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 まあ流出が止まらないという中でえまあ仕方なくというかこの返礼品競争にもまあ乗っかったというかまあ入ってきてまあもちろんこの京都市の魅力ある商品とかですねサービスがまあ全国の皆様にえ分かっていただけるというのはまた利点だと思いますけれどもまあこの辺をえ今後もですねしっかりえ取り組んでいただきたいと思います。以上で終わりまますす進行します、M、ライン エムラインどうぞよろしくお願いいたしますまずは公共施設マネジメントについて伺いたいと思います えーまあ、行財政改革計画のところでもあの一定公共施設マネジメント今後どうしていくかというのは、えー、重要な項目で挙げられましたけれども、まあ、今回、えー、その大元の計画も見直しをしていくというところでこの公共施設マネジメントにおいても市の,財産と、えー、市の財産を縮減するのではなく どう有効活用を図るかを考えないといけないということが方針として出されておりまして、一定の方向転換の意向を示しておられます、で削減目標の要否も再検討されるということです。 でまたあの京都市の収入増加策においては歳入増加を目指すと市長も発言をされております。これまでのこう施設の所管局と行財政局さんがお話になられる体制から一定、局横断的にこの施設の在り方について議論をしていくというところが言及をされておりますけれどもそのまあ午前中の議論の中ではあの図書館のこととかも言及がありましたけれどもこの局横断 基本的にという意味ではえ具体的に何かを指しておられるようなイメージがあるのかまずはこの点について確認をさせてください小笠原行財政改革担当部長。 はい、公共施設マネジメントについてでございます。午前中、島本先生にも答弁したとおり、送料削減目標については再考した上えで、多機能化、施設の機能を増やすということなど、戦略的な活用を縦割りを排したより有効な体制を構築して推進したいと考えてございます。 実はこの送料削減の目標を設定したときも、司、まあ、会の委員会で議論になったときに、ちょっとまあ施設所管局に任せていたは進まないだろうということで、こういう目標を定めて、行財政局がリーダーシップを取ってということをご答弁したんですけれども、この間もなかなか進まないということでございます。まあ、この間のやり方としまして、施設が老朽化するタイミングで、じゃあ、ほの施設と集約ができないか、複合ができないかということを考えてたんですけれども、 えちょっと考え方を改めまして、それぞれの地域で政策ニーズや地域の皆さんのニーズがどうしたものがあるか、えそうした中で既存のストックを有効活用できないかということで、ちょっと考え方を改めたいと思ってます。まあ施設起点ではなくて地域のニーズ起点で考えたいということがちょっと考え方でございます。え具体についてはちょっとこれから検討したいと思っておりますが、えこうした考え方縦割りではとても進まないと思っておりますので、より有効な 推進体制を申し上げているところでございます。M ライン はい、えー、まあ地域のニーズというのとあとはまああの施設の老朽化のところを、えー、まあ両方を鑑みながら進めていくというようなご答弁だったかと思いますで、まあ、あのかねてよりこの公共施設マネジメントの時に議論しているものではなかったとしてもですねその各局の持っている施設のところでその項目として例えばあのゴミ減をやっているところは環境政策局さんだけじゃなくて他もやっているところありますねとかあとは生物多様性とかに対しても一、えー、ああつの局面 局だ、けででなくてて複数でやってるとこれをその当局から挙げてもらうだけじゃなくって、えー、本当に在り方としてどうなのかというところを行財政局さんの方で局横断的に議論する時にはぜひこの地域ニーズというものももちろん大事だと思いますけれどもその項目というところにも焦点を当てて進めていただきたいなというふうに思いますけれどもこの点はいかがでしょうか。 小笠原行財政改革担当部長、はい、人口減少が進む中で施設を保有するだけでコストがかかってくるということもございます類似する機能の集約するということは当然必要な観点かと思っております また、それにとどまらずですねまあ今持っている施設の機能だけに着目するのではなくてその地域にそういう施設があるとでそういう施設の機能をまあ広げるとまあ午前中図書館の例で申し上げましたけれど図書館の機能だけではなくてその地域の活性化地域の皆さんの交流の場としての機能あるいは子育て支援の機能あるいはスタートアップ支援の機能いろいろ地域によってニーズは異なると思うんですけれども、まあ あの類似する機能の集約化だけではなくて、機能の幅を広げるということも含めて前提をおかずに検討したいと考えてございます。エムライン。はい。あのまあ機能の幅を広げるというのはあのまあ一定理解できるお言葉だと思います。で、やっぱりこう。 注意していただきたいのはです、ね、そのこう何か施設を残すために理由を作ろうとするとかあのこう同じような項目なのに住み分けてるから意義があるんですとかいう答弁がずっと続いてきたのが、まあ、非常に議会としては歯がゆく感じているところでしてやはりそのまあ活性化に,本当につながるのではもちろん否定するところではありませんけれどもただその項目というのが行政が一定の投資をするのに本当に効果としてそして地域ニーズもあって えつながるのかというところはぜひ注力をしていただきたいということをお願いをしたいと思います。併せてこの公共施設マネジメントでもう一つ確認をさせていただきたいのがその施設の多角的戦略的な活用の中には、えー、こう京都市の施設の年末年始の営業だったりです、ね、こう営業日数についての議論というのも含めて検討いただくようなことをイメージされているのかやはりこう貴重な資源の活用を検討する上ではこういった議論も有効と考えますけれども。

はい、公共施設の再編で、まあ、本質的に議論すべきは、えーまあ、あの言うまでもなく箱物あ,ありきではなくてまちづくりの戦略とサービスの向上、えーまあ、そこで提供されるサービスがどうかということでございます地域住民や利用者の目線で施設のハードだけではなくて運営につきましても例えばまあ民間のノウハウを活用するとか前提を置かずにこれは検討する必要があると考えてございますで、まあ、年末年始の営業の件でございますがもちろんサービス サービスの向上にはつながると思いますが、一方でまあサービス業に従事される方の働き方とか、そもそもの担い手不足の問題もございますので、総合的に検討してまいりたいと考えてございます M ライン。 はい、もちろんあの考慮する点はあの営業日数とかそこの項目にこだわるだけじゃなくてさまざ、あ、まな検討事項があろうかと思います、まあ、けれどもあのせっかくのこう機会ですのでこう本来多くのニーズが期待できるという部分ではぜひこの点も注視をしていただきたいことを求めておきます。 で次、ですね指定避難所の計画についても伺いたいと思います。やはりまあ本年はこの年明け当初から能登半島の地震が発生をしましてまたあの8月にも宮崎県沖で地震が発生をして南海トラフ地震の臨時情報も発表されるという非常にあの緊張感が高まった年でもあります。であの災害がいつ発 発生するかもわからないですしこう改めて備えの重要性を再認識をしているところですけれどもこの京都市での指定避難所が、まあ、これまでこう増やしてこられて特にこう小中学校の普通教室特別教室が開放された時には一一気にそこの面積も増加をしたと思います昨年度もこの指定避難所というのがこう増やされたのかまたあの現時点で433箇所ということで発表広報されておりますけれども今後も その指定避難所というのは増やしていかれる予定なのか、それともあ一定は落ち着いたと見ておられるのか、このあたりについてはいかがでしょうか。和田防災緊急管,管理室長はい、あの今現在、えー、委員御指摘の通り、四百三十三箇所を指定してございます。あの増えるか増えないかにつきましては、あのまあ公共施設にも限りございますし、またあの地元のお実際運営していただく自主防災会。 の皆様のご負担も考慮する必要があると考えております。従いましてこれ以上あのまあ増やす増える場合も当然ある方は思いますけれども、あの劇的にあの増えるかと言いますと、あのまあ増えるとしてもながらかに進んでいくのではないかというふうに考えてございます。以上でございます。エムラインはい。 えーまあ、続いてです、ね、この収容人数なんですけれども、このこ発表されている433箇所の指定避難所で、それぞれこの一覧を見ておりますと、収容人数というのも書かれております。でこれをすべてこう足しますと、今のところ大体いい約55万人収容できるというような計算になろうかと思います。ここれれをううしてて避難所及び収容人数も公表さいいるととのののは住民の安全の確保とか あと適切な避難行動を促す上では非常にこう重要な役割を果たすと考えております改めてこう本市が収容,え収容人数を算定及び公表する目的は何なのかについて確認をしたいと思います和田防災危機管理室長 はい、あのおっしゃるとおり、7月末現在で約54万,54万9千人の最大受け入れ可能人数になってございます。あのこれを発表、これの算定にあたっては、全国的にも一般的な基準となっている1人当たり2平米で計算したものでございまして、これを公表している理由としましては、今、委員ご指摘いただいたとおり、住民の皆様の避難行動、あるいは行政の災害対応に、 まあ平時から目安として示してさせていただいているということでございます、以上でございます今、どちらかというと、この二平米とか、その議論でしたけれども、改めてごめんなさい、私がこの公表するところの意義みたいなことを少し述べた上で聞かせていただきましたけれども、その行政として公表する、どういったものに生かされているのか、公表する意図はなんなのかというところを教えてください。 和田防災先ほど少しかぶることになりますけれども、規模感をどれぐらいのその施設が避難者を最大で受け入れ可能なのか、その規模感を平時から目安で示すと、このことによって、住民の皆様の避難行動、あるいは行政としての災害対応業務、構えですね、それを考えるにあたって必要であると考えて公表しているものでございます。 エムラインはい、えー、分かりました、えー、その上で,です、ね、あの先ほども少し議論がありましたけれどもその収容人数というのを現時点ではこう総面積に対して1人当たり2平米ということで算定が行われておりますでこれまああの自治体によっていろいろ考え方が異なる部分もありますけれどもこの京都市としてこうどういった判断によるものなのか確認をさせてください。 ま防災危機管理室長先ほどと少し重複しますけれども、1人当たりに平米といいますのは、まあ、一般、全国的にも市町村で算定するにあたっての一般的な基準、まあ、あのおっしゃるように、少し異なる部分もございますけれども、一般的な基準ということで採用をしているものでございます。 午後三時を回りましたが、質疑予定者はあと三名ですので、休憩せずにこのまま続けたいと思います。ご協力いただきますようお願いいたします。進行します。菅谷委員。菅谷委員。 よろししくお願いします、えー、私からは、昨日決算、えー、特別委員会初日、書類調査をしたので、まあ、その件でちょっと気になった点を質疑、まあ昨日の今日なので、今日はさせていただこうかなというふうに思います、で僕、ちょっと不勉強で知らなかったんですけども、えー、書類調査っていうのは総務事務センターを運営してくださってる職員さんが、昨日はご準備とかをして,くしてもらっていると、そういう理解でよろしいでしょうか。大江総務部長 はい、あの書類調査は過去はです、ね、あの会計室が書類を用意をして、えー、平成22年度までやってたんですけれどもあの文書の電子化財務会計システムの電子化等々に伴いましてあの財務会計システムから えー、書類調査システムというのを作りましてそれを先生方にあの決算委員会でご覧をいただくということもございますので、まあ、あの所管してます総務事務務センターあの総務部の総務事務センターが担当しているそういうことでございます菅委員改めて昨日はありがとうございましたで、えー、とまさにそのデジタル化の部分で、まあ、1つ、まあ、今日今から僕が質疑するのは、えー、まあ今後のこの京都市議会議員の立場で この決算の書類調査をより有意義にするための提案だと思って聞いていただきたいんですけれども、まあ、昨日、あのー、書類調査をやらせてもらっていて、まあ、僕、3期目の議員なんで、多分決算の書類調査10回ほどやらせてもらってると思うんですけれども、まあ、当選してすぐは、まあ、これが当たり前というか、まあ、こういうもんだろうと思って、そこに対して疑問を抱いてこなかったんですけれども、改めて昨日、 あのパソコンのデータを見ていて思ったのはこの情報だけで果たして決算の審査が書類審査として有効なのかなというふうに僕は思いましたというのは何かというとえまあ公金支出情報一覧という画面が出てまあそこにはですねえ所属名であったり支払い日え会計名事業名 説明観光目の説ですよね、それから件名、それから支払い金額、いくら払ったのか、それから支払い先、支払い種別、最後に備行ということで、多分これは職員さん用の数字が振ってあると思うんですけど、僕は何がこれから言いたいかというと、例えば僕らの政務活動費なんていうのもあれ、公金ですけれども、あれは何に使ったか、どういう人に払ったのか。 それを証明するために例えば領収書であったりとか明細書っていうものを我々は添付をしてるんですけれどもこの決算の書類調査っていうのはまあ,あくまで文字情報と数字の情報だけじゃないですかで細かいことが知りたくなったらここにこう構えておられる若手の職員さんが本部とつないでいやこういうことなんですよっていうふうにいちいち説明してくださるわけですよで僕は思ったんですけどあそこに例えば えー、領収書みたいなものとかのデータを付け加えるだけでも書類審査の意義っていうのは比較的飛躍的にアップするんじゃないかなとで昨日その職員さんに聞いてると、まあ、先ほどもおっしゃいましたけどもどうやらその領収書みたいなものはデジタル化をすでにされてるとだからこれを書類調査のシステムに載せることは技術的には可能ですというふうに教えてもらったんですけどもその理解でよろしいですか 総務部長はい、あのー、以前は紙ベースでしたんで、あので、ー、いわゆる支出命令についてます請求書、あるいは領収書、ご確認いただけたものが、あのー、財務会計システム、それからあの文書管理システム、電子化しましたので、あの領収書類等も電子化をされているということです、であのー、ちょっと細かい話になるんですけれども、あの書類審査のシステムは、財務会計システムから引っ張ってきているシステムなんです。 で他方、その今申し上げました請求書でありますとか領収書は文書管理システム違う別システムで保存をしておる関係もございまして、えー、先生方に見ていただく書類審査時の書類審査システムでは直接、文書管理システムに見に行くシステムではなくて 財務会計システムから引っ張ってきていると、まこういうことでございます。で、あの文書管理システムからあの引っ張ろうとしますと、ま総合企画局とも調整が必要にはなるんですけれども、それが一つの課題と、もう一つは あの経費がシステム回収にかかる経費があの多額になるということもございますので、現状ご不便おかけしているんですけれども、あのご確認なになりたい書類等がございましたら、担当の職員にお声かけをしていただくということで運用させていただいていると、そういう状況でございます。菅委員2点聞かせてください。1点目は多額の経費というのは既にそれは試算をされているかっていうのは1点とご迷惑をかけているって言うのはご迷惑をかけているという認識なんですか？ 大江さん部長。はい、あの多額の経費算定をしたわけではございません。ただ。 この間、先生方から、えー、書類審査システムの改修をお求めをいただくこともあってあの比較的軽いものは実は取り組ませていただいている金額が比較的低いものはただあの内容によってはちょっと応じきれない金額がまあ1000万を超えるとかいろんなことで応じきれないものもございますというのがまず前提にありましてその上であの今申し上げましたように文書管理システムという違うシステムに取りに行くことになりますので算定はしていないですけれども額はまあ相当高くなるだろうという想定で申し 申し上げておりますであのご不便をおかけしておりますと言いましたのは、あの冒頭、平成22年度以前は書面で見ていただくことができましたので、職員を介さずとも書類が確認できたものができなくなっているという点で、ご不便をおかけしているということを申し上げたものでございます菅委員分かりました、ちょっともう時間もなくなったので、まあ、あの課題があると。 それから、まあ、あの費用は別に見積もっているわけではないけれども、まあ、一定かかると、で多分それはそうだと思うんですよで、あとはもう、費用対効果の話だというふうに僕は思います、で、まあ、僕は基本的には税金の使い道の優先順位だというふうに思っています、で、まあ、先ほど他の委員さんが、まあ、選挙目的で公務員叩きで報酬を下げるみたいなことを言っている。 別に有事じゃなければ、別に報酬はみんな払えばいいし、何でもできるものがあったらそこに税金をぶち込めばいいと思うんです。あとは、何にいくらお金を使うかっていうところで、例えば僕だったら、報酬が高すぎると思ってこの世界に入ったので、いまだに議員報酬の削減を訴えてますけれども、議員報酬のに多額の税金を投じるくらいだったら、決算書類調査に有意義に使ってもらう方が僕はいいと思って、そういうような観点で。 今回、提案をさせてもらっているというふうに思っていただいて、課題があると思いますけれども、調査してもらって、来年度できれば、また別の形で公金支出の情報が確認できたらなと思いますし、僕がいつまで議員するか分かりませんけれども、ゆくゆくの,その市議会議員さんが、決算の書類調査をする上で、 え今よりははるかに僕が提案している内容になれば、いい審査ができると思いますし、それはひいては京都市にとってはプラスだというふうに僕は思っておりますので、ぜひご検討いただけたらというふうに要望して終わります進行します。菊地委員 どうぞよろしくお願いいたしますちょっと時間もございませんので早速に始めていきたいと思います防災危機管理室の対,対策の推進についての、えー、関連でちょっとお聞きさせてもらいたいと思います まあ、あの帰宅困難者含めてなんですけども、まあ、観光客がこう京都市内で増えている中ですね、まあ、あの大規模災害が起こった場合なんですけども、まあ、観光客の避難対策はまあ重要であると私も考えておりまして、まあ、先ほど、えー、いろんな、えー、今年に入って日本の審査がありましたけども、まあ、台湾の方でも4月に地震があって、まあ、観光地を大液を受けたということもございます。まあ、その中でい、まあ、いろいろとあの 行財政局さんとが、まあ、関係局と連携して、まあ、取り組んでいらっしゃるということはあの承知しておりますが、まず具体的にちょっとどのようなことを行っているのか、概要を確認したいと思いますので、お願いします和田防災危機管理室長はい、あの地震等の大規模災害が発生した場合でございますが。 あの私どもの方では13万人の観光客の皆様が帰宅困難になると想定をしてございます。この方々が一斉にターミナル駅等に移動を開始いたしますと、いわゆる群衆事故ですとか、あるいは救急救命活動ですとか。 そういったものの妨げになると、大きな支障をもたらすということから、関係団体、あるいは民間企業と連携をしながら、帰宅困難、者対策を推進してございます。具体的な流れといたしましては、まず緊急速報メール、これを流させていただくと、これによって一斉に帰宅する、それを抑制の働きかけを行う、これがまず第一歩でございます。その後、公共交通機関が運行停止となりまして、 再開の見通しはつかないというような場合になりましたら、あの一時的なに滞留していただく、あるいは情報を、災害情報等を提供をさせていただく、まあ、そういう緊急避難広場というものを開設をいたします。これにつきましては、9月末現在でございますが、お寺、あるいは神社、そういったところなどに50施設と協定を締結させていただいてございます。さらに運休が 長期間に及ぶという場合には観光客の皆様が休憩あるいは仮眠ができる一時滞在施設というものを開設をいたしますこの一時滞在施設はホテルあるいは旅館等の124施設と協定を締結しているところでございましてこのほか地域の商店街あるいは観光団体等のご協力も得まして 先ほど申し上げた広場あるいは施設に避難誘導していただくというような枠組みで取り組んでいるところでございます。菊池委員はい、ありがとうございます。まあ、あのお寺さんホテルまあ、旅館地域商店街とまあ幅広く、あの事業者と連携されていることはちょっと確認させていただきました。ありがとうございます。まあ、一方でその関係者が。 多くなることによってです、ね、あの連絡や情報共有など、やっぱ難しくなる面も出てくると思うんですけれども、まあ、日頃どのような連携を進められるか、ちょっと教えてください和田防災危機管理室長。はい、あのおっしゃるとおり、えー、連携体制確保、大変大事だと思っております。あの先ほど申し上げた広場あるいは一時滞在施設との 連絡にあたたりままししててはあのメッセージアプリといいったものを活用してございます、えー、まあ各施設を対象にしたメッセージの操作訓練ですとかを行いましたほか、毎年度施設の開設あるいは運営の手順の確認のための訓練、こういったものを実施しているところでございまして、今後もこうした訓練等を通じまして、より円滑、 な開設運営、まあ、こういったものに向けての体制を整備していきたい、確保していきたい、このように考えてございます菊池、はい、ありがとうございます。 多くの事業者と連携して、まあえー、この緊急避難広場とか、えー、一大再建と開設するために取り組んでいくことは、まあ、あの理解をさせていただきました、それを観光客にどう伝えるかがやっぱ重要だと思っていまして、まあ、いろんな人種の方々が加えているわけでございますのでどのように観光客に向けた情報を発信をしているのかをちょっと教えていただきたいと思います。和田防災機関長 はい、あの私ども、まず帰宅帰宅帰宅、京都市帰宅支援サイトというのを多言語で開設してございます。このサイトにつきましては、平時は交通機関の運行情報ですとか、あるいは気象情報、まあ、こういったものを発信をしてございます。で先ほど申し上げました冒頭、あの地震等の大規模災害、こういったものが発生した場合には、まあ、緊急画面いった形に切り替えまして、 えー、地図情報を用いました経路案内ですね、えー、あるいはあ、まあ、経路案内によりまして、えー、先ほど申し上げました緊急避難広場、あるいは一時滞在施設、まあ、こういったところに誘導をしてさせていただける機能を利用いただけるようになってございます。で あのまあ、この帰宅支援サイトにたどり着いていただくというのも大変重要でございます。あのこのサイトへの誘導につきましては、産業観光局が中心となって、えー、発信しているところでございますけれども、京都観光オフィシャルサイトですとか、あるいは SNS、まあ、こういったものを活用して実施しているところでございます。さらにあの緊急避難広場であるることを周知するための あのいわゆる駒形の,あのひょ、えー、標識、えー、表示板、まあ、これを多言語化した上で、えー、緊急避難広場36カ所に設置しているところでございます。以上でございます。菊池。 はい、ありがとうございます。あの様々な関係者、事業者が連携し、京都の訪れる観光客の安心をまあ、守るために、あのいろんな取り組みをできると確認させていただきました。ありがとうございます。やはりあのいろいろ行財政局さんもいろいろあの他局と連携されてですねされていくとこれ素晴らしいことでありましてまあ、特にやっぱり今後こういうあの連携をですね。阻害する。まあ言ったらあの。 偽情報とかがやっぱこの間も出てきたということもありますのでそういう意味でやっぱり連携をしつつですね京都,京都のまあ防災というのはやっぱりちゃんとしているよということを、まあ、あのアピールしつつですね頑張ってもらいたいと思いますのでどうかよろしくお願い申し上げます。えー、終わりまますす進行します小島委員 小島委員最後の質問ですのでよろしくお願いいたします。 えーまあ、今回、令和5年度の決算ということで、全 k 川市政の下で組まれた予算の、まあ、基本的にまあ2月までは執行も k 川市政、そしてまあ2月以降は松井市政の執行ということですが、基本的には全市政の下で行われた予算執行、決算について、今の市政から見つめるということになってきますので、まあ、あのそういった意味で、まあ、特に行財政改革を総括するというのが非常に大事ではないかなというふうに思っておりますし。 すで、まあ、に行財政改革計画の総括という資料もいただいておりますし、また、あ、これと市政の点検結果ということも示していただいておりますので、まあ、このあたりを見ながら、えー、質問させていただきたいというふうに思っております。まあ、この、えー、資料を見させていただく中で、まあ、私として、まあ、違和感を感じる部分、気になる部分、また懸念する部分ということなんですけれども、まずこの1枚目というか、大きく見開きを開いて、えー、書いてあるのが、えー、財政健全化の状況と。 いうことでございまして、財政状況は改善しました、収支均衡を達成しましたということで記載をいただいてまして、まさに今回も88億円の黒字ということで、状況としてはその通りなんですが、他方で少し感じますのは、果たしてそれが行財政改革の本当に効果なのかどうかというところについては、少し疑問が残っております。行財政改革ご存じのとおり一番 先ほどから答弁もありましたけれども、かなり危機感のある財政状況の中で、短期的に歳出削減に取り組まれたというのが一番の肝かなというふうに思っておりますし、実際に改革を行って歳出削減したということはあると思います。かねてから質問をさせていただいて、この幅というのが歳出どのぐらい削減したのかということについては、具体的には申し上げられないというような答弁があったように記憶をしておりますが、まあ、その幅というものを考えたときにも、じゃあ、 88億円の黒字幅というのに、その幅というのが収まらないかといえば、私はおそらく再削減効果としては、この中に収まっている範囲ではないかなというようなことを感じるわけでございまして、つまりは、溶財政改革の効果として、 財政が健全化しました、改善しましたということを示してしまうのは、むしろ私は行財政改革の意義だったり目的というものを自己否定することにつながらないかなというふうに感じてしまうんですが、このあたり、お考えはいかがでしょうか小笠原行財政改革担当部長。はい、行財政改革 区の効果とといいうことでございますが計画策定時はまあ一般財源収入がなかなか増えないという見込みの中で社会福祉関連経費が増えるとこれをどう賄うかということが喫緊の課題でございましたそうしたことに対しまして、えーまあ、国や他都市を回る上回る施策の見直しということも含めて歳入歳出改革を行ったということでございます、えーまあ、これは一定効果があ 社会福祉関連経費の増加をしっかり確保しつつ、歳出については、設定した歳出上限の範囲内で予算を組むことができております、でより大きかったのは、まあ、税収増ということがあるかと思っております、これは国、京都府と一体となって、経済対策を積極的に推進した結果、税収増につながったものということで考えてございます。小島委員 ありがとうございます。まあ、少しあの意地悪な入り方になったのでちょっと誤解を招いたかもしれませんが私として行財政改革を総括する上では非常に簡単だと思ってまして、まあ、改革に至ったことということ自体が評価すべき点だとそのように思っております。たたただだ一方で今おっっっしゃったように、改革ののの歳出削減だったり、その自体の 効果というのは全体の,その今の改善の幅から見たときにはどちらかでは少なくてそしてまあそれよりも結果として税収が伸びたでまあこの間、交付税についても質問させていただきましたがそういった外的要因の方が大きかったと。 といいうことでございまして、まあ、そういった意味でこの改善が、財政が改善しました、ドンということで出してしまうというのは、むしろ行財政改革の効果を総括すれば、少し、まあ、2の次、3の次ではないかなというふうに思ってます。まあ、むしろ、まあ、この開けて2ペ,ージ目と2ページ目に書いていただいている、そもそも行財政改革の考え方、社会情勢の変化で、今やっている、これまでやっていた制度というものが合わなくなってしまっていて、財政的にもかなりしんどくなっている。 かつ私が知る限りでも、象徴的なもの、これはまた保健福祉局に質問しますけれども、例えば経路上車窓、こういったものは十数年来、さまざまなところから議会も含めて見直した方がいいということを言われ続けたけれども、これまで取り組んでこれなかった改革に足を踏み込んだと、これ自体が一番評価すべき点だったというふうに思うんですが、これはいかがでしょうか小笠原行財政,政改革担当部長。 はい業界計画における事業見直しでございます事業見直しをした趣旨というのは、これまで京都市が続けてきた独自施策、これ、長年ちょっと見直すことができてこなかったものを、将来にわたって持続可能なものとして、見直し後も、他都市よりも優れた水準の施策として残していくために行ったものと認識をしてございます小島委員、ありがとうございます。 その上で行財政改革も行って、そして一般財源収入も上がってということで、現在、黒字の決算を2年連続で示している状況でも、やはり財政にはまだ緊張感があるというのが、これまで繰り返しの答弁でありますし、私も一定、その認識というものは、その通りかなというふうに思っている一方で,です、ね、ここまでのこの特別の答弁を聞いておりまして、まあ、代表質問も含めてです、ね、一方で少し懸念、違和感があるのは、 投資的経費についても、施設マネジメントについても、財政的にゆとりが出てきたから、これはちょっと見直した方がいいんじゃないかと、こういった話が出てくるということについて、少し経験な部分を感じるんですが、このあたりのご認識、いかがでしょうか小笠原行財政改革担当部長。 ゆとりが出てきたから何かやろうということではなくフェーズが変わってきたかということをと思,思っております。これまではまあ収支不足を抱えた中一般財源収入が増えないという中で社会福祉関連経費をどう賄うかということでやはりちょっと即効的な効果のある、えー、まあな歳出見直しというのが中心になってまいりましたが今後は経済のフェーズも変わってきております。あらゆるコストが上が上っててていいくく中で都市ととしし成成長長そ,その,成長の 中でまあ福祉のサービスなどの財源をこう賄っていくということで、ま成長のための投資が必要というふうにフェーズが変わってきているということかと思っております。必要なもちろん事業効果はしっかりと検証しながらでありますが、必要なところにはしっかりを投資をするとこういう考え方でございます。小島 ありがとうございます、まあ。フェーズが変わってきたということで一般財源収入はこれから伸びていくだろうと、まあ、物価も上がっていきますしそういった傾向があるのかなというふうに思いますが、まあ、他方で先般補正予算のときにも申し上げましたが交付税措置というのはこれは少し一定、まあ、あの慎重な見方をした方がいいんじゃないかということも申し上げましたが、まあ、このまさにフェーズが変わってということを言っていただいて、まあ、そもそも論で申し上げて えー、財政がしんどいから、じゃあ投資的経費抑えましょう、できないしやめときましょう、ネ、えー、まね、季節も,、えー、もう削減するしかありませんねというのは、これはそもそも本来、これまでの答弁にもありましたように、行財政改革、行革に求められるものでは ないというのが本当のところでありまして、そういった意味で、本来、行革として求められる、本当に今後からの京都に求められるところに投資、使っていきましょうと、これはおっしゃる通りである一方で,で、もう時間がなくなったんで、明日に持ち越したいと思いますが、やはりこの総括を見る中で、欠けている視点としては、行財政改革に至ったタイミングはどうだったかというここだというふうに思っておりますし、もう一つは、行財政改革に対してのじゃあ、市民理解と。 いうものがどこまで図られているのかというこの現状認識というものをもっと真摯に行うべきだというふうに思っておりますのでこの点についてまた明日続きで質問させていきます以上で質疑を通告された方の発言が終了いたしましたこれで本日の行財政局の審査を終わりますリーシお疲れ様でした 明日9日水曜日は午前10時から会計室及び各行政委員会の審査を行った後引き続き行財政局の審査を行いますのでよろしくお願いいたします本日の分科会はこれをもって参会いたします委員の皆さんお疲れ様でした